ターショールームゴーの部屋、本日のゲストはどなたですか？凛として渋谷のドラムスタントピエール中野です。どうもです、よろしくお願いします。いやーあんまり僕こういうの出るの緊張しないんですけど、はいはい、なかなかっすね。そうですか、はい、緊張するんですか、ね、ゴーさんやっぱすげえ情報持ってるから、あといろんなね、はい、ガンガン飲んでリラックスしましょうよ。飲みます。いいですか、ゴーさん、はい、飲みます。僕も飲みます、はい、じゃあお願いします。中野です。お願いします。中野さんはもともとゲスト候補だったんですけど、はい、いろいろ話しやすい状況になったなということで。そうですね。僕出してほしいっていうのは結構言ってたんですけど、はいはい、うん、全然呼んでくれないなと思っていて、うん、なんでだろうと思ってたら、うん、この機会を狙ってたんですね。この機会をってことは、なんだろう。まあね、大森さんと一緒の、はい、場で会うことがすごい多くて、はいはいはい、その辺の話をどれぐらいできるかがこっちは分からないわけじゃないですか。確かに確かに。今まで解禁がされてなくて、はいはい、僕はだから大森さんのがロフトプラさんでやってるファンクラブイベントとかもしょっちゅう、ね、うん、遊びに行って控室で原稿を書いて見てるわけじゃないですか。そこで中野さんがいかに泥酔して大森さんが怒ってるみたいな、もう酒やめたいって言われてる様とか、ね、言ってるそばから酒飲んでますね。そうそうそう、生配信って言ってるのに、ね、大変なところを何度も見てきて。そうですね、ありましたね、大変なところがね、何度もツイッター上とかでもね、ありましたね、はい、でも僕は好きですよ、あの、はい、つい最近もありましたよね、あの酔っ払ってなんかありましたっけ、最近、あのゴーさんがリツイートしてくれた、ああそう、ありました、ありました、ゴーさん好きみたいな。違う、ゴーさんが全然僕のことリツイートしてくれないから寂しいんですよ、あれ。あれ同じような話題言ってんのに、この人リツイートしてんのに僕のことリツイートしてくれない、ね、あ、見てくれてないのかなみたいな、エゴサツートップと言われる僕ら、ね、見ててほしいなって思いながら、でゴーさん狙いで書いたら、うん、リツイートしてくれて反応してくれたんで、うん、めちゃめちゃ嬉しかったですよ、そ、はい、そう、超可愛い反応、明らかに酔っ払ってる感じの、ゴーさん、ゴーさんがリツイートしてくれたみたいな、嬉しいっすよ、やっぱね、拾われたら、はいはい、いや本当にというのがね、つい最近もあったしで、ありましたね、うん、でも僕なんか見るのも好きなんですよ、その泥酔した状態でツイッターをやる人っていうのが結構好きで、はいはい、やっぱリストにも登録しますし、酔っ払ってよくやる人って、そう、レコード会社のね会長さんも、ね、この最近あったんですけど、うん、ありましたね、飲んでるよみたいな、僕もすげえ最高と思いながら結構リツイートしたやつ、すごいこと、これ絶対アウトでしょってツイートいっぱいしてて、うん、愛の大好きですね、面白いなと思ってたんですけど、うん、やっぱすぐアカウント消えてましたね。最近どうかなと思って見たらやっぱアカウント消えてて、周りが止めたんですかね。いや絶対止めるでしょあれ。絶対に止めると思いますよ。うん、なんでそれ、うん、そういうツイート見るのがもともと好きだったりもするんで、うん、まあ、自分もなんかこうそういうツイートをたまにしちゃうんですよね、うん、まあ頻度は減りましたけど、それはだってね、飲んでやらかしてる人をいっぱい見てきたわけじゃないですか。あ、はいはいはい、でも自分もそれはつい、はい、ついやらずにはいられない。そうですね。楽しいっすよね。やっぱり、うん、なんかそのまあね、冷静にやってても面白くないっていうかね。そんなに、うん、で冷静にやってるお前が言うなって、ね、なんかちょっとあのバグが起きる感じが好きなんです。そうですね。あの普段の日常と違う、はいはいはい、あの現象がやっぱ人との関係性もそうですけど、うん、なんか日常と違う関係性がそこで生まれる、うん。うん、のがなんか好きで、お酒が好きなのもそれですかね。やっぱそれはありますね、うん、それはやっぱリアルでもやっぱそれ別にね、うん、インターネット関係なく、うん、飲んだらやっぱちょっとダメになるじゃないですか人って、うん、だその感じが好きなんですよ、ね、すげえダメになってんな自分今みたいな。ダメになりたい。ダメになりたいです。基本的にやっぱダメになりたいっていうのが、うん、ダメが許されるようになるかどうかって大きいですよね。でかいっすね、うん、そうなんですよ。だから、うん、そのある程度まではいいんですけど、やっぱそれを超えると、うん、なんかあんまりいい方向に向かわないことが多かったんで、うん、最近は気をつけるようにしてるっていう。なるほどなるほど、はい、僕はでもなるべくその人のダメをどこまで受け止められるかっていう感じの仕方をしてきてみんなが離れてもいやまだ僕の中では許容範囲みたいな。そうだからみんな心を許すんじゃないですか、ね、ゴーさんに相当なダメでもない限り僕は見放すことはないっていう、うんあんまりだって人に怒ってるのとかもそんなに見たことないし、怒んないですからね。怒んないですよね、うん、意味がないと思う怒っても、うん、なんでだから許容してその人をずっと泳がしてる感じが、うん、この人は本当にやべえ人だなってやっぱ、うん、思いますよ。いつも嫌われても期待返さないっていう自信はありますからね、うん、そうっすね。それ面白い。僕はまだ好きですよ。僕は好きですけどあなた嫌いなんですかみたいな。そうそうそう
ところじゃないですか。そうですね。そこら辺やっぱすごいなって思うと。中野さんその辺はそうでもない。うん、でもやっぱね、うん、大森さんとの結婚生活がこれだけちゃんと続いてるだけでもリスペクトですよ。ありがとうございます。僕は、はい、本当にみんな褒めてほしい。うんだから、素晴らしいですね、お前さんが本当に天才だけども、はい、メンタル的な危うさをすごい抱えた人で、うん、それをどれだけちゃんと支えてるかっていうのを見てるから、はいはい、すごい素晴らしい夫婦だなと普通に思うわけですよ。それでも大森さんもこの中野さんのねこの酒の人さも知ってるわけで、はい、それを支えてる向こうもすごいしみたいな。そうですよ、うん、お互いいなかったら死んでるってこの世にいないでしょうっていう2人ではありますよね。いいバランスで巡り合えて、はい、そうちょうどいい時期にやっぱ巡り会えたのもありますし、うん、やっぱそれは大きいっすね。ずっと意外とみんな知ってると思ったら、うん、意外と知らなかったんですねっていうのが驚きでした、ね、あのなんとなく暗黙の了解で、はい、みんな分かった上であいつも一緒にツアーやってみたいな。そうですね意外と知らない人も多かったのと、うん、あれ逆に、うん、知らなかったっていう感じでツイートしといてっていうのを別の SNS とかでやってたんですよ。なるほど。だからそういう人も紛れてるんでカオスが生まれるっていう、うん、やりたかったんで、ね、どうせ発表になるならカオスを作ろうと思って、うん、わざと驚いてる人も紛れながら、そうそうそう、紛れながらってよくわかんない状態を作るっていう、うん、でそれで知らない人多かったんだみたいな人もそこで出てきてみたいなので、うん、わーってインターネット上が盛り上がるのはやっぱ面白いから、僕正直ツイッターのタイムラインにミサイリーの女の子とかが、はい、大森さんびっくりマークみたいなのがいっぱい並んでそれは多分本当に心配したんですよ。知らなかったんじゃないですか。え、大森さん何か大変なことかと思って。あ、そっち。そう、いや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 、ものすごい心配してみたらなんだよみたいな匂わせツイート知らなかったのみんなみたいな状態でした。あ、ミサイリーの子たちは意外と知らないかもしれない、ね、そうなんですよね。うん、確かに本気で驚いてる人たちが山ほどでした。ああ、いそうですねそれは、うん、だから謎が解けたって言ってた方が多かったですよね。大森さんが今まで言ってた旦那さんのいいエピソードっていうのが、うん、あ、はいはいはい、そうだったんだみたいなピエール中野だったんだみたいな、そう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 、それは結構やっぱ、うん、反響多かったのと答え合わせして楽しんでる人もいますよ ね、 すね、あの過去の記事とか、はいはいはい、なんか読み返してとかツイートしてみたいな、うん、僕がねよくネタにしていた話があるじゃないですか、はい、大森さんがちょっとね、はい、大森さんがメンタル危うい時っていうのは、はい、ブログの読み応えが急に出るんですよねそう、すげえいいブログを連投するようになって、はい、そうですね、やっぱそこに向かうんですよ。そう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 、あの外に行ってはいけないと、うんうん、ね、あの攻撃者相談に向かってはいけないんで、うん、自分の内へ内へ行くんで、うん、それがやっぱ文章に出るっていう、そうそうそう、はい、で心配になって大丈夫ですかみたいな連絡をよくするんですけど、はい、ある時僕がそうしたら、はい、あれですよね、はい、なぜ私は気づくのに旦那は気づかないのと。そう、ゴーさんは気づいてんのにお前気づかねえな、うちの近くにいるお前がみたいな。そうなんですね。で夫婦喧嘩に発展めちゃバチクソ切れられるっていういや、わかんないよみたいなそんなままにブログ見てるわけでもないし、ブログもそうですしあとなんか月の満ち欠けとか気圧とかもいろいろ大きいですね、あるじゃないですか。それ知らなかったんですよ僕。 あとなんかそういう人っていうのも知らなかったし、うん、でそこまで分かんなかったんで、うん、やっぱどう対処していいか分かんないっていうので、うん、だそれきっかけにして、うん、勉強するようになりました。やっぱそういう、なるほど、気圧は大きいですよ。気圧とか、うん、その月満ち欠け、月の満ち欠けとか、まあ、大きい、ビッグムーンがどうとか実はすごい大きい、そうそうそう、うん、いわゆる ADHD に当てはまる人みたいな、はいはいはい、ってあるじゃないですか、片付けていないとか、うん、そういうのとかも、うん、分かんなかったんですよ、うん、なんでってやっぱなってた人なんで、でもそっから調べるようになってなんでできないのみたいなこと言っちゃ う一番ダメじゃないですか絶対ダメじゃないですか。ダメですよ。でも分かんなかったからえ、なんだってこうすればできるようになるじゃあこうだったらどうみたいな、一番ダメな対応してて、ロジックが一番ダメなん で、うん、であのこれだなんでなんだって、で郷さんが気づいてっていうのは多分そういうのも含めて分かってたわけじゃないですか、やっぱり。そうですね、その人のことを、うん、大森のこと分かってたんで、うん、あ、これ多分そういうところからまず調べないとダメだっていうのとか、うんうん、ああ、ちゃんと学習しようってなって学習でそっか勉強する勉強ちゃんとしてるなで、まあいろいろ調べる中 で、うん、でようやくだから最近はもう全然なんかそういうので、うん、なんかトラブルになるとかはもう全くなくなって、うんうん、来ましたね。だから郷さんのおかげです。ただその時はその夫婦喧嘩の時にガチンと来て僕の本を捨てようとしてまとめたんですよね。一回まとめようと思って縛って捨てようとしたって。でもこれバッてやっぱフラッシュバックで、うん、いやあの時のあのインタビューがとかああいうすげえいいこと言ってた、うん、なんつって戻して。
知らない間にそんなことに巻き込まれてたっていうね。いやそう大好きな話なんで。だからそうですよ、うん、やっぱ吉田豪さんに出会うっていうのは一つ大きいんですよね。ああなるほど。あのこういう表舞台に立ってる人にとって、まあ、皆さん多分そうインタビュー受けた人とかみんな思ってると思うんですけど、でこれ見てる方とかも、うん、郷さんと出会って、うん、結構人生観本当に変わったっていう人とかもいっぱいいると思うんですよね。こういう考え方あったのかとか、うん、やっぱ指針になるような部分がいっぱいあるんで、病んだ女子が、うん、毎日郷の部屋見てますみたいな人は結構いる。いやいいじゃないですか。なんかちょうどなんかね、はい、このなんだ、はい、声のトーンが落ち着くとかも含めての、声のトーンも本当にいいですよね、うん、あのテンポとかも、うん、その間の取り方とか、うん、話し方とかもやっぱなんか淡々としてるというかですね、うんうん、これってどうですかね、うん、みたいな感じでそうそうテンポ崩さず変に追い込みもする。あそう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 、畳みかけるようなこともしないっていう、うん、そう泳がせるのがすごい上手っていう、はいはい、そうだからたまに郷さんのこと怖いって言ってる人いるじゃないですか、うんはいはい、分かるって思いながら分かりやすい怖さじゃないんですよね。そう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 。さあひどい目に遭わせるよみたいな怖さじゃなくて。じゃないです。全然そうじゃないです。うん、そう。許して話してると怖い目に遭うかもしれないぐらいのものっていう。結果悪いようにはしませんよという。あ、そうですね。悪いようには絶対しないですよね。うん、あの言っちゃいけないことをちゃんと言わないようにしてくれるじゃないですか。そうですよ。そう。で、その番組見てれば分かりますよ。実は本当にアウトなことってほぼ言ってないはずですよね。そうですよね。ちゃんと言わないようにするっていう。ちょっと言った瞬間にこっちがブレーキ踏んだりちゃんとしてますけど、ね、そこに乗っかってひどい話してないんですからね。確かに。相手のことをちゃんと止めてあげるっていうね。うん、そう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 。そのさじ加減とかバランスとかがやっぱすげえなってやっぱいつも見てて思いますし、うん、文章でもやっぱにじみ出るじゃないですか、それ、うんうん、その辺とかも好きだしな。あとやっぱプロインタビューは読んで、うん、やっぱ思ったのがこの人プライドすごいちゃんと高い人なんだっていう。あなるほど、うん、すごい結構辛辣なこと言うじゃないですか、うん、なんか他のインタビュアーのこととか、はいはいはい、言いますね。そのなんですかインタビュー相手じゃなくて、はいはい、他のインタビュアーはこうなるから同業者はこういうことがもうダメなんだ、ダメだからあの僕は安泰ですみたいな、めちゃめちゃボロクソ言ってんだみたいなやつあって、あそういう同業者とかそういう人にはかなり厳しいんだな、うん、この人って。そうなんですよね。そういうところでね、セクハラのバランスはたまに出るんですよ。そうだ、僕ね、そこも好きなんですよ。人のトークイベント見に行ってガッツポーズよくしてるんで、はい、あ、他の人がこうだったら僕まだまだあったいみたいな。まだまだ大丈夫そうってね、自分の需要あるなって自分であるわけですよね。だからスリリングなところ行こうとしてないイベントを見るたびにガッツポーズですよ。そうイベントはスリルが必要なのにみたいな。確かにね、なんでこんな安全なことしてんのっていう。そうっすよね、うん、トークイベントもなおさらそうっすよね。本当そうですよ。スリリングなことをやりながら平和に着地をするっていう、うん、このハンドリングが重要なのに、そうそう、ただ平和なだけとか面白くないじゃないですか。本当に、うん、そうだし、やっぱ基本やっぱツイッターに出てこないじゃないですか、うん、SNS 上とかウェブ上に郷さんのトークイベントの内容って出てこなくて、ね、本当にヤバかったみたいな内容がリツイートとかで回ってきて、うん、で気になるから検索するじゃないですか、うん、やっぱ内容は出てないですけど、そうですね、本当にすごかったみたいな、うん、絶賛のツイートが並ぶんで、はいはいはい、マジで行きたいんですよね、うん、そうそう行きたくなるっていう、うん、その辺やっぱすごいな。イベントやってて実感したんですけど、うんはい、中途半端にちょっと刺激的な話だと、うんはい、みんなつぶやいていいと思ってつぶやいちゃうんですよ。ああ、はい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 、完全にこれはアウトだな、つぶやいたら俺もやばいってぐらいの話をするとどんな誰もつぶやかない。どんな話してる。それはでもいろいろ何度もやってきて分かりましたよ。あのゲストの人がこれつぶやいていいよって言ってもつぶやかないことってあるんですよ。あ、そうなんですか。なぜならつぶやくだけでこっちも事故るぐらいの確かにことだと、そう、口止めしなくてもみんなが黙るっていうとかを学びましたね。やっぱその経験量とか、うん、やっぱ相手にしてる、ね、芸能人の方の、ねうん、幅広さとかも、ね、ミユさんとかもそうですけど、うんやっぱそれはやっぱ誰ももうその領域入れないなって思うぐらい、うん、本当にやばい人に何人か会ってると強くはなりますよね。まあよく言いますけどね、やっぱねビートたけしにね脅されたら大体のことは怖くないわけですよ。怖かったんですかやっぱあの時は。今あの時にあれ初対面ですよね。いや何度か会ってんですよ。取材もしてるんだけど、何度か会って取材もして共演もしてるんだけど、はいはいはい、ただ本当ねあの時に意外と落ち着いてる自分にも驚いたんですよ。へ意外とビビってないっていうか普通にちゃんと話ができてる。はいはいはい、うん、ヒーッとはなってなかった。へいやそれ僕じゃないと思いますね。普通に会話ができてる。そうですよね。ちゃんと返して、うん、返して、うん、後日をちゃんと和解をし、うん、謝罪があっ
ったの。後日とか当日、あ、当日もうすぐ。そう。誤解が解けて。解けて。よく帯分頼みましたね。あれ僕じゃないですよ。編集者ですよ。そう、編集が、編集が何でも乗っかるんですよ、もう。帯にたけしさんの写真載ってて、明らかに本人が書いてない風の文章って。でも全然いいですからね。何でも回収できればいいですからね。いや、面白いんだよな。ね、うん、いや、面白いですよ、郷さんの生き様というか。うん、はい、まあ、大概のことはネタとして回収できるなという発想で生きてますからね。いやだからその、まあ、処世術じゃないですけど、うん、生き方というかは本当に、うん、僕だからいつも勉強になるなと思って、うん、ツイッターとかで、すげえな、郷さんは、見てますよ。まあ、エゴサという枠では完全にでもよく並べられてますよ。あ、エゴサ。エゴサ枠ではね。エゴサだってずっとするもんじゃないんですか、あれって。意外とみんなしないんですかね。そう、意外としないらしくて。うん、とか、あとしてることをそんなに公言したがらないとか。ああ、実はしてるけど。そうそう、格好悪いからみたいな。全然関わることじゃないですよね、うん、意味が分かんなくて。そう、意味が分からないですよね。エゴサこんな楽しいし、すごい楽しいですよね、うん、あることないことも平気で言われるし、うん、なんかいろんな、いろんな人いて、でも相変わらずツイッターいろんな人がいるなってと思いますね、うん、よくだからそれは僕がこれよく言うんですけど、もともとプロレス雑誌にいた時に、はい、編集長が団体をやる側になってったんですよね、はいはいはい、ハッスルっていう、はい、で最初は本当にネットの検索とかも大好きで、はい、ずっと反響を楽しみにしてる人が、はい、ハッスルが本当に評判悪かったんですよ。あ、超叩かれてて、そうなんす、ね、ネットで。そしたらお前らもう検索はするなって言い出した時期があって、はいはいはい、それすごい危険だなと思ったんですよ、はあ、反響を見なくなることの怖さ。確かに、うん、うん、叩かれたからって見なくなるっていうのが一番危ないと思って、うん、あの そうだけはならないようにしようっていう思いがすごい。あの改善できないですもんね。そう、うん、要は世の中の空気ぐらい分かっとかなきゃ絶対ダメじゃないですか。うん、流れとか空気ってやっぱ全部現れるんで、うん、だから前だったから、例えば前だったら全然違う評価だったのが、うん、そうガラッと変わっていく瞬間とかあるわけじゃないですか。うん、言っていいこととか悪いこととかそうですけど、はいはい、時代の空気ありますよね。そう、それ見るにはやっぱエゴサとか検索とかツイッター見てるのは重要ですよね。すごいそれ見なくなったら、うん、もう本当に箱の中でやってる感じになってしまうから、閉じたところでやってるから、うん、どんどん人離れていくし、うん、あの人たち言っても聞かないからみたいになっていっちゃうんで、それ危険だと僕は思うんですけどね。だからこそのエゴサの必要性はすごい感じるんですけど、うん、意外としないというか、うん、しても言わないものなんだなとは。そんな中で、ね、はい、エゴサ2トップとして僕らがよく名前を挙げるので、はい、そうですね、エゴサの取材とか僕受けてますから、ね、バズフィードとかから、うん、そしてなんだろう、検索機能が死んでいるような時にあいつらなんでリツイートするかと言われる2トップ。郷さんヤフーのやつでしたね。ヤフー検索で、僕はツイッタークライアントが違うやつを使ってたんで、はい、ツイッターの公式じゃなくて、はいはい、あのツイートボット公式が落ちてる時に、そう、公式落ちてたんで落ちてる時にもマイペースでエゴサして、そう淡々と上げてくる、あいつら何なんだっていうで、これ本当多分たまたまなんですけど、うん、PL 中野っていう検索を打つと、うん、あの検索機能が蘇るっていうのがあって、うん、でそれが本当に蘇った人がいて、それタイミングなのか何なのか分かんないですけど、たまたま蘇って、うん、でそれが何回かあったんですよ、3、4回あって、うん、でそれでなんかツイッターで不具合が起きると、うん、PL 中野ってみんな検索するようになった、うん、そういうのはありましたね。エゴサはずっとしてますね。エゴサでへこむことはあるんですか。エゴサでへこむこと、最近はもうなくなってきましたね。最初は多少あった。あ、もちろんです、もちろんです、うん、それこそ、いわゆる2チャンネルとかも最初の頃は見てたんですけど、うん、もう見なくなって、うん、で、エゴサは引き続きするようになって、うん、で、やっぱへこめになったんで、うん、ミュート機能とかブロック機能とか使うようになって、うん、で、今は割と快適に落ち着いてる感じです。快適に明らかにあれのアンチ的な人はこうねフィルターで入っていって、あ、そうです、ミュートをしてますね、うん、はい、ミュートブロックしてますね、うんうん、壁打ちを刺しているっていう一人前らがいくら飛ばそうがいくら、そう、ピエール中野がどうって言っても全く届いてないんで、うん、何に対してその時間使ってんのっていう、そう、限りある人生の、ね、状態を作ってるっていう、そう、死に向かっている最中なのにその時間限りある時間を僕に壁打ちしてるんですよ、僕に届いてないところで、ね、ダメージ与えられてればまだね、あ、そう、まだいいじゃないですか、うん、まだいいんですけど、まあそれで自己満足してるのかもしれないですけどね、うん、あの僕に届いてると思ってツイートしてっていうのが、うん、全然届いてないっていうようなのが
あるっていう、まあ、だからよく言うじゃないですか、やっぱり明らかに何かに噛みつくだけのアカウントと、はいはい、あ、ありますよね、人格を持ったアカウント、はいはいはい、この2種類の違いを絶対分けちゃいけないと思ってて、はいあはい、よくツイッター有名人がよく言うのが、はい、ね、匿名アカウントはクソだとか、うん、あいつはデスないみたいなよく言うけど、うんうんうん、単純に僕らが実名でやるのって、うん、宣伝になるから実名でやってるだけだって、うんそうですね、この仕事じゃなかったら匿名でやってるに決まってるんですよこんな世の中がいろいろリスキーな時代にわざわざ実名で顔出してツイートするかさするわけないじゃないですか、はいはい、僕らこういう仕事しなかったら、はいはい、しないですね。なのになんでみんな有名人の方々は匿名でそんな噛みつくんだろうと思って匿名だから悪いんじゃないんですよ、どう考えても、まあそうですね、匿名の中に一部明らかに何かに噛みつくためだけのアカウントがあって、うん、あそうそう作ってますからね、 それに怒る気持ちはわかるけど、はい、匿名の中にも人格を持ったちゃんとした生活が見えるアカウントがあって、それまで一緒くたになって批判するのはどう考えても間違ってるっていう、確かに、うん、それはそうですね、そう、 っていうことが見えてない人の多さにはすごい思います、なんか苛立ちますね。ネットとかツイッターをちゃんと使い倒してる人とかはそういうのが分かるじゃないですか、うん、僕とか王さんみたいな人って、うん、だそれがまだ見えてない人とかはやっぱそういうふうに一緒くたになってしまう、でも匿名が匿名イコール悪みたいなお前ら実名で詰めやってみろみたいなそういうことじゃないのにそんなことじゃないですけどね、それはありますね。あなたこの仕事してなかったら実名でやってますかって本当に思いますよねありますね、うん、そういう人たちは最近炎上とか減ってないですか。どうなんですかね、いろんな方面見ててもなんかそんな炎上ってしてないなって思ってるんですけど、ね、うん、中野さん自身は炎上経験あるんでしたっけ。炎上経験そんなないっすよ、うん、3日で消えますね、うん、どんなに長くても、うん、まあなんだろう、炎上っていうかやっぱそのデリケートな話題ですけど、うんうん、まあそのトラブルがあった時とかに仲介に入ってっていうので、うん、それがでも1週間2週間ぐらい続いたぐらいで、うん、でその時引きずってる人たちが何人か残ってるみたいなのはありますけど、でもあれ多分僕が入ってなかったら一生続いてたんで、一生続いてたっていうか、うん、もう多分誰かがどうにかなってるっていう、うん、ダメな方に向かってたんで、うん、それが全然別にもう今なんかちゃんと活動できているし、うん、でファンの人たちも別になん、まあ、あれはああいうのあったよねみたいになってるんで、お互い多分、うん、だからまああれ入ってよかったなってやっぱ思いますけどね。なんかそれでもなんであいつ入ってきたんだろうってすげえ言われるけど、うん、俺当事者だからねっていうふうに、トラブルにねなんか入らずにはいられない夫婦じゃないですか。あの人のね、うん、なんだろう、その可能性はやっぱ信じたいし、うん、人が好きだから、うん、できれば平和に、うん、なんかいい方向に持っていきたいよねっていう、うん、その才能があるんだったらっていうのはすごく考えていますよね、うん、僕もそうですけど、うん、聖子ちゃんもそうだし、うん、なんかまあ郷さんも言ったらそうじゃないですか。僕も入りたがりますね積極的に自分が入ることによってそれが情報が整理されて、うん、やり取りが整理されてで、うまくいい方向に向かうんだったら、うん、その方がいいと思っているので、うん、でなるべくこうフラットな立場でちゃんとこうすれば多分、うん、いい方向に向かうよっていうのは、うん、まあ積極的じゃないですけどやっぱ自分が入った方がいいなって思った時は、うん、やっぱ入るようにしてますよ、うんうん、それはありますね、ね、だから表に出てない和解とかも結構入っていて、うん、あそう僕もですよ、うん、そうですよね言えないやつとかばっかりじゃないですか、ね、そういうのって、いや実はあれはああでああでこうでって説明はできるけど、うん、意外に仲裁してたりしますよそこあったんだみたいなやつがあるんです ね、うん、ですね。いやそういうのはね結構やっぱあって、あと頼られたりもするじゃないですか、うん、そういう時にちょっと一緒にいてみたいな、うん、話聞くだけでいいからみたいな、うん、でちょっと冷静になれなくなった時に話をまとめてもらったりとか、うん、整理してほしいみたいなやつはあるんで、うん、そういうこう水面下のこう動きとかは結構やっぱやってる方だと思いますよ、その、うん、バンド同士とかでもそうだし、いろんな人の界隈とか、まあ、大森さんがそういうのやってるイメージあるけど、うん、中野さんも意外とやってるってことだね。そうだって、うん、大森がやってるってことは、うん、僕もいるわけじゃないですか。なるほどね、まあこうやってね今アキュラスとかになったけど夫婦で動いてる可能性があるってことだね。だからその期間のやつは大体入ってますよねなるほどね、表に全く出てないですけどね。今まで生うどんの件とかもそうですね、中野さんという影は一切見えてなかったけど、めちゃめちゃ頑張りましたよ俺そういうことですよね、はい、とっても頑張りましたよ、うん
だからあんまり伝わってないけど、あれによってとってもある程度延命した部分とかもあるし、はい、涙出そうなぐらい、そう、はい、みんななんかね、無駄だったみたいに思ってる人がいるかもしれないけど、うん、実はあれによる延命とかもあるし、うん、あれによってちゃんと最後のライブできたとかもあるし、はい、やってんですよね。やってますね、きちんと。中野さんもやってますね。やってますよ。でほら、うん、大森のベストアルバムのコメントであるんですけど、はいはい、うん、まあ、真逆だから、うん、すごくうまくいってるみたいなやつがあるんですけど、うん、そういうのもあって、やっぱ真逆の思考ができるので、うん、そこに入ることによって、うん、自分はこうだけど、うん、ピエロはどうなのみたいなやつがあるわけじゃないですか、うん、でやっぱ自分はこうだからみたいなやつでまとめていって、うん、でやっぱこうだよみたいなやつをこう見出していくみたいな、うん、そうなんですよ、真逆なんですよね、真逆。だから最初は意外でしたもん、ここのつながりは。あ、うん、そうなんすね。そうそうそう、僕もでもそうでしたね、うん、でも最初にそコメントでも書きましたけど、うん、初めて、まあ、知ったのがやっぱそのインターネットでもすごくやっぱ有名で噂になっていて、うん、それこそその当時のナタリーの代表だった大山拓也さんとか、うん、はいはい、津田大介さんとかもまずすごくやっぱ注目していて、うん、で僕その2人と割と近しい存在だったので、うん、津田さんもチェックしていて、うん、津田さんはまた別でいろいろありましたけど、その当時はまだインターネットの人だったんで、そうですね、まだ愛知になる前に、ね、言われましたけど、まあ、ちょっと触れないですけど、うん、で、まあ、僕好きですよ津田さんは、はいはいはい、で、うん、でそういうのがあって、うん、まあ、注目していて、うん、で映像で見てもすごかったんですよ、その時の情報が、うん、まあ、アコースティックでもすごいし、どのぐらいの時期ですかね、ティフで話題になって、はいはいはい、なで、弾き語りの、うん、なんか生配信やったりとか、で、またティフに出たと思ったら、うん、そのビスとか、うん、アクロバとかもやってたのかな、やってましたね、一緒に踊って、一緒に踊って、踊んのみたいな、うん、え、マジでみたいな、うん、で、踊りもちゃんと踊れてるしっていうので、うん、すげーって衝撃が出て、うん、でなんか対バンの機会があって、その時になんかツイッターでエゴさしてたら、うん、なんかピエール中野と大森聖子が出会ってしまったら、うん、ピエール中野が大森好きになるに決まってんじゃんみたいなやつツイートしてる人がいて、うん、そうなのかなみたいになってそうなんだみたいな思って、うん、そいつすごいですね。そいつね、特定したいんですけどファボぐらいはしたんですけど、うん、多分誰なんだろうな、あれ、うん、名乗り出てほしい。本人が全く無自覚な時点でそれを読んでた、そう、読んでた人がいるっていう、へっていうのがあって、うん、で実際に会った時にやっぱすごく、うん、圧倒的なステージしてたんで、まあね、でも下手なこと言うと怒られそうだから、うん、かっこよかったですぐらいしか言えなくて間違ったこと言ったらどうしようって、そう、間違ったって、でその時のバンドのメンバーの人たちがしぐれのファンの、うん、ファンというか好きでいてくれて、うん、すごく優しくしてくれたんで、うん、あ、じゃあ自分のイベントを出てくださいって言って、うん、で出てもらってっていうのが、まあ、そのいろいろ交流するきっかけにはなっていったんですけど、うん、でその自分のイベントに出てもらって、で打ち上げの時に初めてゆっくりお話できたんですよ、うん、でなんかこう恥ずかしいっすね、この話じっくり聞きたいですよなかなか言う機会もないじゃないですか、泳がせてますよね話さなきゃってなりますもん、やっぱちゃんとなんかこう楽しませなきゃみたいな、時系列的にはだって僕と大森さんが肉体関係疑われた後ですもんね。あ、そうですね、ありましたねあれすごいですね、 DM をさらされたんでしたっけ。そうですよ、フライダーの連載で DM さらされたんですよあれすごかったな、恐ろしい人だって、恐ろしい人だって何もないのになんかギクシャクしちゃいましたねみたいな、そうそう、やつをそのまま DM 送ったら、郷さんが送ったらそれそのままフライデーに書かれた、2ちゃんかなんかでちょっと噂になったらしいんですよね、吉田郷に枕してるみたいなことを、で、はい、そう、それに反論するために僕の DM も無許可でさらした上での反論をフライデーでするっていうのを、僕はフライデー毎週あの大森さんの連載目当てで立ち読みしてたら、はいはいはい、コンビニで衝撃を受けて俺のこと、俺の LINE が載ってるって知らないってすげえな、面白いですね、面白いですね。その時の担当小林さんですか。そうですね、小林勝さんが担当でした、面白いなの後ですもんね、時系列的にね、あとでしょうね、きっと。そうですね、で、打ち上げで話して、うん、で、なんか仲良くなって、うん、で、なんかお互いのその趣味の話とかもいろいろしてて、うん、で、なんだっけな、テレクラキャノンボール見たいよねみたいな話を、ああ、そういう時期だったね、その時にもしてたんですよ、確かに、うん、で、それで、
なんか LINE とか交換してでやり取りずっとしててっていう流れで、うん、でテレキャノのチケット取れたから映画見に行こうよって言って、うん、最初のデートがそれ大森さんからね僕じゃないですよデートがテレキャノそう僕からテレキャノ見に行こうよじゃなくて、うん、あの大森さんからテレキャノのチケット取れたんだけど、うん、興味ありますかみたいな、ね、スケジュール空いてますかみたいなって、うん、空いてますって言ってまあ綺麗な間違いなくデートムービーではないじゃないですかまあ AV AV を劇場で公開してる作品なんですけど、うん、それを見に行って、うん見に行ったんですね、うん、で、うん、でそれはなんかオールナイトジョーオールナイトジョーっていうか、まあ、夜にあるやつだったんで、うんまあ、普通に車で行って、うん、で車で送って帰るっていうのが、うん、で別になんかそれ時別になんか何があるとか、うん、何もなく大森さんすごい人だから、うん、ちゃんと丁寧に送り届けなきゃみたいなやつで、うんうん、何もしてないんです、うん、本当に何もしなくて、うん、送り届けて、うん、なんですか楽しかったみたいな感じでデパート帰って、うん、でなんかそれが良かったみたいですよ。あ、なるほど。通常手出してくるっていう。バンドマンっていうのはそういうもんだ。バンドマンっていうのはそういうもんだと。通常そういう時手出してくるだってね、うん、AV 見て夜だしみたいな。はいはい、なんなら電車できて帰れなくなったみたいなやつがあるのがなんかそれがあって、うんうん、でもそっからですよ。それで同窓会に僕が、うん地元せ、うん、あの埼玉県なんですけど、うん、埼玉越谷同窓会に行ってて、うん、まあ酔い、まあ、さっき言った泥酔状態になった時に LINE で好きって送っちゃった、うんうん、やっぱ酔っ払うのいいことありますねそこに踏み出す勇気を与える俺好きかもしんないな好きって送ったんですね、うん、でそっからまあ戸惑いのなんか写真が、うん、ってなってうん、でそっからお互いを意識するようになったって感じですかね、うんはい、なるほどいい話じゃないですかいい話っすよね、うん、いい話よね、うん、お酒はやっぱり重要な役割を果たしてますよシラフじゃそれできないですもんねって言えないっすよねちゃんとしなきゃって思いますからね、うん、はいはいありましたね、うんでもやっぱそのなんかね恐れ多いというか何かそれがあったんですよ最初はねやっぱずっとそれは、うん、やっぱ自分がその曲書いたりとかできないので、うん、要はあのまあ凛としてしぐれの TK っていうメンバーがいるんですけど、うんはいはい、彼のことも天才だと思ってやっぱ才能があるっていうのはやっぱあるなと思う、うん、ミュージシャンでやっぱりバンドすごい散々やってていろんなミュージシャン見てて、うん、あ この人は、うんあのやっぱ違うわと、うん、違う生き物だ、うん、クリエイター何かを生み出せる、うん、音楽をちゃんと生み出せて、うん、それを表現できてステージに立った時もそれをちゃんとその見に来た人に届けることができるような人だっていうのってやっぱ、うん、明らかに違うんですよ、うん、でそれはやっぱ TK にはもちろんあったし、うん、で一緒にバンドやりたいと思ってずっと一緒にやっていて、うん、でそれはやっぱ大森にも感じたんですよね、うん、あこの人やっぱ違うわと、うん、あの自分とは違う生き物だってやっぱなって、うん、やっぱそこでやっぱリスペクトがすごく生まれるっていう、うん、こんなすごい人が生きてるんだいるんだって今、うん、一緒の時代に生きててこんな身近にいてくれて、うん、出会うことができるなんてなんてすごいことだろうと思って、うん、でだから丁寧に接してたんですよ、うん、本当に、うん、ちゃんとそしたらそれを好きになってしまいあそうですねこれをこの才能を支えようっていうモードになってくるんですかが一番でかいっすかねで、うん、それでその後に、うんまあ、付き合うことになって、うん、でそのプロポーズの話って多分インタビューで出てるんですよ、うん、向こうの方のあはいはい出てますね出てるんですけど、うん、それがまさにあって死にたい的なやつですねそうです、うん、もうだからものすごい速度でやっぱり、うん、クワトロワンマンかリキッドやってみたいなので、うん、ものすごい速度でこう自分は進んでいて、うん、でもう27になるしそこまでもうやり尽くしてもう死ぬって、うん、死ぬと本当に思っていて、うん、死ぬからみたいな話をされて、うん、でその時にあの27歳で死んでるミュージシャンとかって結構いるから、うん、それとは違う生き方したらっていうふうに提案をして、うん、でその方が面白いから、うん、だから結婚しろって言って、うん、で結婚したら、うん、相当
変わると思うんだよねって言って、うん、でそれでなんか多分それがびっくりしたみたいで、ですね、そんな意表つきますよね。え結婚みたいな選択肢に全くなかったみたいになってて、ね、死ぬって言ってるの何全然関係ないんですけど何言ってんのみたいな、うんうん、冠婚葬祭のね、うん、あるじゃないですか冠婚葬祭って、うんはいはい、のだからその大きなイベントの、うん、その一つを、まあ、こう逆にぶちかましたらどうなるかみたいなのをやってみて、うんうん、でしたらやっぱそれでなんかすごくこう考え出したんで、うん、じゃあ結婚しようって言って、うん、でそこからそのいつにするとかっていうのをどんどん決めてってっていうのが、うんうんまあ、ただ死ぬよりそっちの方が面白いんじゃないかっていう方向に転換できたのが大きかったっていう、うん、まあどうせ死ぬんだったら結婚一回してみたらいいんじゃないっていうのを言ってっていう、うん、ね出産も経験した方がいいだろうしねどんどん変わっていくだろうし、あそう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 です、うん、そうです結婚出産、うん、子供生まれたらやっぱまた違ってくるだろうし、うん、でもやっぱ分かんないっすよでもその結婚しないと分かんなかったこととか、うん、子供生まないと分かんなかったこととかすごくいっぱいあるので、うんそれ分かんないけどあのそれやってみようよって言って、うん、でそれでも死にたくなったら、うん、死ねばいいしみたいな、うんうん、それで試してみればいいんじゃないかっていうね、まあ、そうそうそう、うん、それはかなり大きい出来事で、うん、結構人生観も変わるだろうし、うん、あのちょっと一回やってみたいんだよねっていう話もこっちもして、うん、中野さん自身も変わったんですか人生観とか、まあ、だいぶ変わりましたね、うん、やっぱどうしてもミュージアンって刹那的になるというかまあもういいやみたいな風に、うん、やっぱ自暴自棄になる瞬間って、うん、多分どんなミュージアンでもあるでしたよね。あのメタル上がりとかだともうそういう文化ですもんね、うん、だしまあいろんな人見ててもそうじゃないですか、うん、尾崎さん尾崎さんだって、うん、ヒデさんだってそうだし、うん、みんな自暴自棄になる瞬間ってやっぱあってそしてそれが美しいとされる文化っていう、うんうん、滅びの美学そうなんですよ、うんそう滅びの美学瞬間の美学みたいなやつがあって、うん、郷さんいっぱい見てるからそれは分かると思うんですけど、うん、で僕で見てるレベルでさ今の若いミュージシャンでもやっぱそれをやっぱたまに出してる時とか、うん、SNS とか見てるとあるんで、うん、多分それは多分世代問わず起きることなんで、うん、僕はだからそれはなるべく、ね、思春期にそういうの憧れるのは当然ですからね、はい、うん、うん、まあ儚いものそうか、ねうんまあ、見つけると DM 送ったりとかしてるんですけど、うんまあ、それはみたいなやつあるんですけど、うん、そういうのは自分にもあったんで、うん、だからなんかどうしようもなくなる瞬間がいっぱいあったんですよ。やっぱ うん、それこそお酒の、うん、今と比べるようにならないぐらい飲みすぎて、もっとひどい状態だったんですよ。もっとひどい状態で、うん、でツイッターしたりとか、うん、でそれでボロクソ言われて、だからその当時まだそんなツイッター優しくなかったんで、結婚前もそうだし、結婚後も1回あったかな。でも結婚前のやらかして大森さんが本気で怒ってましたよね。あ、それはありましたありました、うん、でもそれに近い状態ですね、うん、もうなんかもういいみたいな、うん、いう風になっちゃう、うん、瞬間があったんですけど、それがだから和らいでいくっていうのはまず、うんうん、もちろんなくなることはないけど、うん、それがどんどん和らいでいって、いやそれどころじゃないような状態に今、うんているし、うん、なるべくこうなんかそういう方向に向かわないようにできるようになったっていう、うん、それは結婚出産がなかったらなかったかなみたいなのは、うんうん、ありますよ、うん、だ変わったって言ったらやっぱでもそうこうっすかね。だったらコメント欄にね、はい、郷さんも結婚してみればみたいなのがね。郷さん結婚してないですか。道すぎますよね。後藤さんから結婚しようとか言われました。後藤真理子さん言われましたよ。後藤さん元気ですか、うん、超元気ですよ最近この間初メタルと飲んだんですけど、うん、初メタルはやっぱ超頭いいっすね。うん、彼頭いいっすよ。元緑のね、びっくりしました。あ、そう、うん、その当時からソングライティングの能力もね、ソングライティングの能力もあるし、うん、立ち回りもやっぱ上手で、うん、で彼は酒やめたって言ってました。ほう、失敗するからね。後藤さんここで派手に飲んでね、ゲロを吐いて対比がすげえ。1時間45分で番組が終了というね、初の出来事を起こしたんですけど、あれあれで才能ですからね、うんうん、すごいっすよね。面白い飲み方をするっていう、あの年齢であの破壊的なというか、はい、なんだろう、滅びの美学とはまた違うかもしれないけど、あれを全力でできる、うん、
あの年齢で、そしてあの年齢で大人になりたくないって歌えるのって、うん、才能ですよ。いや、うん、すごいと思う。かっこいいだな。思春期間を本当にキープしたまま生きてる、うん、あれキープできてる人あんま見たことないですもんね、うん、そう。後藤さんは昔からすごいけど、うんうん、今でも思春期なんですよ、ちゃんとちゃんと事故りますもんねすごい、ギリギリのライブをちゃんとやってるし、で、僕がね、エモエっていうアイドルとになぜかディズニーに誘われて、あ、ディズニーね、行ってましたね。ずっとずっと答え続けたんですけど、断りきれなくなって行ったら、詰められたんですよ、後藤さんに。あ、ありましたね。そう、後藤さんもディズニー行こうって言ってて、僕はなんとなく、はい、の言ってたんです、行ったことないんでって逃げてたんですよ。なんでアイドルと言って私とは行かないっていうまあね、まあねって感じですよねいや、1対1だとややこしいじゃないですかって言ったら、じゃあ私の女オタも一緒に連れてくって、ね、いや、どんだけ奪い合ってんですかじゃあ結婚しようって言われてだったらまだディズニーの方がっていう話で終わったのが年末ですよ。する気はないですね、お父さんと結婚する気はないんです超ハードモードじゃないですか、それ結婚経験したことない人間にとってはかなりの、いや、いいっすよ。いきなりそれはハードです。後藤さん結婚経験あるんで、うん、確かあるんで、いいじゃないですか。もう、ドンと任せて。2回目、3回目とかで後藤さんだったらだいぶ経験もして対応できるかもしれないですけど、ねえ、どうで後藤さんと立ち向かうみたいなもんですかね。いや、いいと思いますよ。いいじゃないですか。かなりのハードモード。おんぶに抱っこで。という感じですね、理想の結婚相手とかいないんですか。でも女性と結婚したいんですよね。まず性別から。まず、うん、まあ、女性です、ね。ほら、どっちかわかんないじゃないですか。うん、その一応二丁目に住んで、うん、その相手を安心させるとかいろいろあるけど、うん、はい、でもどっちかなみたいなやつあるじゃないですか。僕らマツコとラックさんが言ってたんですけど、はい、僕が2丁目に引っ越してきた時に、はい、マツコさんは当時ゲイ雑誌の編集者で、はい、すぐに情報が回って、シミケンを発掘した人ですね。そうです、そうです、すぐに情報回ってきて、はい、私のところにも、はい、吉田豪が2丁目に来たと。はい、どっちなのかなって話になったんだけど、私はのんけだと思うって言って、あ、はいはいはい、当たってたみたいな言い方してて、やっぱ私たちには分かるって言い方してましたね。でもいろんなこの可愛い人とかと出会う機会はいっぱい無数にあるわけじゃないですか。そうですね、しかも気を許してくれてとか、うん、あと DM のやり取りとかもできるし、うん、っていうので、そういうとか出会いとか無数にあるし、うん、理想のこの人と結婚したいなとか付き合いたいなって思う人とか出てこないもんなんですか。また別のパターンなんですよね。なんか知らない間に恋愛の話をすごい詳しくなるっていう、そのいろんな人たちのいろんな人たちの表に出せない恋愛事情について詳しくなっていくっていう謎の状態になってくるんですよ。はあはあはあ、そう、表に出せない話を次々と聞かされるような、へえ、ああ本当はそうなんだみたいな、へえ、俺のポジション何なんだろうと思って。あ、そんな感じなんすか。そう、なんかでもご飯行きましょうとかってなるじゃないですか。ご飯はそんなない。あ、ないですか、うん、あ、意外っすね、うん、僕とかは郷さんとご飯行きたいんですけど、うん、あんまりこうプライベートで距離を近づけると、うん、取材をした時に支障が出るからっていうスタンスを僕は知ってるんで、うん、はいはい、言えないんですよ。本当は行きたいですよ、めちゃくちゃ。だから飲みとか行きたいし、ほぼだからそういうような一緒に飯とかってほぼないんですよ。へ、はい、あ、そうなん。でもなんか自分が好きになっちゃうとかないんですか。この子は好きかもしんないですが、ないもんなんですか。別なんでしょうね。でもなんかでもそれもわかるんですよね。うん、確かに。うん、なんかこうフィルターが 何重もやっぱ。メラさんと行ったのにっていう詳しい人が。メラ吉和さんと飯誘われたら行きますよ、それは。さあ僕も行きます。行くに決まってるんじゃないですか。そう、行きますよ。そんなもん。それ絶対行きますよね。ねえ。いや、わかりますよ。そんなもん一生もんですもん。それはだって行ける人限られてますからね。うん、行くに決まってる。渡辺と久志と飲み行かなかったら、そんな行きますよ、そんなもん。あ、ジュンジュンか。久志さんがここのゲストに来た時に、はいはいはい、ゲストに来る前から終わった後一緒に飲みましょうって言われてて、いいですよって言ったら、はい、じゃあ渡辺淳之介さんと一緒に飲むから一緒に行きましょうって言われて、はい、一緒に移動したら、はい、なぜか、はい、写真週刊誌とか女性週刊誌かが貼ってて、ほう、久志さんと僕が店に入る瞬間が雑誌に載って、はい、久志と一緒に入る吉田豪括弧48って書かれてて、それ何がしたかったんですか、その女性週刊誌は。この下から尾行してたんですよ。何がしたかったんですか。そう、知らなかった。それ撮りたかったんですかね、久志さんと郷さんのツーショット撮るぞって言って。そう、
いやー人生で初めてですよあんなパターン。まあ、まあ、ないっすね、うん、なかなか。久さんも面白いっすかね、うん、面白いっすね。そうそうそう、まあいろんな人たち出てますけどね。うん、うん、中野さんとこういう関係になるとも思ってなかったっすけどね。あ、最初に会ったのが、ウェブの対談で。あ、そうです、僕のたっての希望で。ちょうど中野さんがまだ Perfume にハマってるぐらい。いや今もハマってます。いやだからドーム行きますから。いや違う、他のものにはまだそんなに興味を示してない段階ってことですよ。あー、はいはいはい、で多分これ今の時代だとそんなに分かんないかもしれないけど、うん、ミュージシャンとかが Perfume にハマってるともあんまり言いづらい時代がまずあったっていう。ありましたね。そう、はいはいはい、うん、それ自体がまず得意な状態、うん、その時まだそうでしたね。ですよね。そうっていう時期の対談で、うん、僕がちょうどアイドルのコンピ版作ったんでそれを渡したりとかして。そうそうそう、リアルアイドル、そうそうそう、入門、入門でしたっけ。そう、ライブアイドル入門ですね。ライブアイドル入門。そう、もっと他にもいろいろあるんで聞いてみてくださいって言って渡して、はい、ちょっとずつ中野さんもそのなんだろうな、コアの方にも入りつつみたいになっていくという。はいはいはい、うん、ありましたね、うん、琴音舞さんとか。そうそうそう、マイナーとか入れてて、はい、そうそうそう。ね、はい、ベビーメタも幼少期からって考えてて、あのカレンガールズの時から見に行ってたんで、まだスーメタルが小学校5年生でした、ね、その時、うん、見に行ってました、現場に。僕もベビーメタルロフトで最初初対面で控え室で挨拶された時の受け止めきれなかったですからね。本当にまだ本当に子供の3人が、はい、よろしくお願いしますって僕とミニアキ社長に挨拶した時に、はい、あのまっすぐすぎてもう無理受け止めきれないっていう。まっすぐよくあるんですよ、あの子供の挨拶受け止めきれないんですよ基本。あのハローのエッグとかの挨拶もそうですし、あの研修生とか、はい、受け止めきれない、はいはい、それはスタダもそうだ。スタダの若い子たちが大量に挨拶する時の受け止めきれない感じ。わかります、はい、それは。大丈夫ですか、大丈夫ですか、まあ、いいんです、はい、僕はいいっすみたいな。そう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 、ありますよね、うん。あ、そうか、重音部やね。そうそう、僕がねそんな面倒くさいこと言うやつになるっていうね。ミュージックマガジンとか の,、はい、あのベビーメタ特集とかで、うん、重音部時代を一切触れてなかったりとか、コ ン, プ、はいはいはい、コンプリートディスコグラフィーに桜学院が入ってないことに、はいはいはい、これは間違ってるみたいなことを言いたくなるタイプ。ああ、いや、それ言った方がいいですよ。絶対言ってった方がいいじゃないですか。なぜ重音部時代を触れないっていう。いや大人の事情かっていう。絶対言った方がいいですよ、ね。そうそうそう、言わない方がどうかしてますか、ね、不自然ですからね。なかったことしてどうするっていう。いや、本当になかったことにするのとか、うん、どうかなって思いますよね。だからなんかね、なんだろう、ベビーメタ語りで、はい、バックの演奏がすごいから素晴らしいんだみたいな言い方にも引っかかってて、あ、はい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 、いや演奏すごいのは分かるけど、うん、それ以前の当て振りでライブやってた頃から良かったんだよみたいな。めちゃめちゃ良かった。そうそうそう、カラオケ時代から良かったよ普通にっていう、うんうん、演奏以前に良かった、うん、あの、うん、てか そもそもみきこ先生が関わってるプロジェクトはめちゃめちゃいいっすよ、うん、あのバイムからね、うんうん、始まって、うん、でカレンガールズ差額でしょ、うん、でベビーメタもそうだしっていうので、うん、で今だって椎名林檎さんと関わったりとかいろいろやってるわけじゃないですか、うん、なんかだからみきこ先生が関わってるプロジェクトはもう間違いないはずだし、うん、そういうのはやっぱ触れだからそこも知らないわけじゃないですか多分それを言ってる人って、うん、だからやっぱそれをまず、うん、やっぱ知るところから、うん、みんな情報持ってなさすぎるっていうところですよね。情報持ってないから批判したくなるっていう気持ちですよね、うん、情報持ってると批判もしたくなくなるんで、うん、まあ、それはそうだよねみたいにやっぱ、うん、ちゃんとこう許容が広くなっていくっていうのはよくあるのがそのアイドルにという文化に慣れてない人がどうしてもアイドルに対するはい、コンプレックス的なものがあって、はいはい、これを好きと言うと恥ずかしい、あ、理由が欲しい理由、あ、まあまあまあ楽曲があって多分そういう風に生まれたやつですよ ね、曲がいいのはまだ分かるけど、うん、演奏がすごいからとか何かこうね箔付けが欲しくなる時期ってあるじゃないですか。人に説明するときになめられないような何かが欲しい、要素欲しいですよね。そう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 、それはやっぱ Perfume にもやっぱあったことだし、うん、っていうので言いやすかったっすもん、うん、やっぱね、あのおまじないペロイロとあまり言えないっていうわけじゃないですか。言えないでしょうね。僕も多分ハマんなかったね、分かんなかった。曲の方向性が変わったことで成功なんかありそう。だから、ね、やっぱ中田さんがやっぱで、そうそう、偉大です。美味しいレシピ以降がいいわけで正確には、ね、やっぱカプセルがやっぱなんかこう
おしゃれというか、うん、なんかまあ僕埼玉なんで、はいはい、かっこいいの象徴だったりとかしてたんで、うん、なんかそれでカプセルの中田さんがやってるアイドルグループがあるようで、うん、でその時だ僕だからコンピューター試験全然遅いんですけど、うん、そこで見て衝撃を受けて、うん、こんなかっこいいアイドルグループがあるんだ、うん、で現場行って、うん、めっちゃ可愛いってなって、うん、握手できんのみたいな握手会握手できんのみたいなで握手して、うん、すげえ好きになったっていう超好きっていうずっと行きますって言って、うん、でそこから CD 買いあさって、うん、握手会行ってはみたいな僕がスイートドーナツ新規なんですよいや新規じゃないですいやだってひらがなパフューム時代があるから早すぎでしょ早すぎひらがなパフューム時代は1枚しか出してない1曲しか出してないしかも、振り付けのガイドのビデオが後踊れてないですから、ね、とかいう話も通じないですよ、もう、誰にも、ね、僕はだから言ってやんなよみたいな多分話になります、ね、事務所 の合宿所での配信があった時代の話ですよ、ね、いやーね、ありましたね、うん、B-HYBE の B-HYBE が24時間合宿所の配信が行われていて、はい、すごかったですよ、自由のない時代そうそうそう地獄のようなそうそうそうすごかった、あれそうそうそうとかもたまに見てたんですよ僕実はちゃんとちゃんと追ってるとそうでも最近もねだからちょうど数日前この話になって、はいはい、スイートドーナツがやばいっていうんで大騒ぎして、はいはいはい、すごいものが出てきたって言ってえ、なんすかでちょうどクロスビートで連載しててあのコラムと一緒にその月のおすすめ版も紹介できたんですよ、はいはい、で Perfume のスイートドーナツ紹介しようとしたら、はい、編集にストップがかけられたんですよねなんでアイドルはちょっとっていうああはいなんかたまに ありますよねメディアとかでねえっ、ー、っていうはいはいはいでもそのベスト最初のコンプリートベストが出た時に紹介はできて、うんうんうん、でもその時点でスイートドーナツは紹介できなかったんですよコンプリートベストねはいはいはいそうそう、うん、っていう時代ね、コンプリートベストの時に解散説あったじゃないですか、うん、ありましたあれが本当だったって知ってましたまあ完全に僕はそれを裏を取ってたもうやだよだから裏取ってる人いんだもんなってそれだから僕と奥手さんは危機感を持って動いてたんだその時にすげえこのままじゃやばいと思って、はい、そうすげえんだよだからそれは、うん、いやだからそれであったけど、うん、まあ続いたじゃないですかそうそう、まあまあでも本当だろうなって思いつつも裏取れてなかったんですよ、うん、僕ら言うなんかリスナーは、はいはい、ファンはね、うんはいはい、でそれが今回のベスト版でね、うん、最新のベスト版でようやく明らかになったんですよ、ね、ありましたと過去曲もようやく出せてそうそうそう、うん、でそれインタビューの中に入ってて、うん、いや実はの時あってみたいな、うん、あったんかいなみたいな、うん、そうそうそうあったんですよ本当だったんかいなみたいなあの時にだからそうだったんですね多分奥手さんあたりが鍵つけて、うん、このままじゃやばいってなって僕らで立ち上がらなければって感じですげー過剰にいろんなところで押したりしながらこれを広めたんすね、この火を消してはいけないっていう動きが始まってへえ歌さんとかもそうですよね、そうですよね、多分ね、うん、もう最初のきっかけを作ったって感じですよね、うん、素晴らしいだから僕は別角度でめちゃくちゃ応援してましたけど、うんうん良かったっすよね、でも本当に、うん、アニメに関しては、うん、だから珍しいパターンじゃないですか、本当にプロデューサーも変わらず、うん、ちゃんと大きくなるケースってねまずないわけであんだけ普通途中で大人が介入してきて、うん、ねもうちょっと売れそうなのやろうよみたいな、ね、ありますよね行くわけで、うん、中田さん自身の音楽性の変化しかないですからねそうですねあそこにはそこを一貫して守ったっていうのが、うんでかいんじゃないですか。そうそうそうでチームはチームでやっぱりその巻き込み方というか、うん、この人だったら絶対にパイムと相性がいいからっていうの で、うん、で人的にも多分見てるはずなんですよ絶対、うん、そこのチームをちゃんと組んで、うん、でそこからまたファンですって言って、うん、超優秀なクリエイターがまた入ってくるっていうのがどん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 連鎖で行われているんでそれがやっぱすごくうまくいってるんですよねなんだっけな何されてますよどこだっけ実力もあるし本人たちも鍋プロの地下かなんかの原宿のライブハウスでああありましたねありましたよね、はいはい、あそこでそれじゃないかな違うじゃないシシドルミとロマンポルシェとパフュームの対バンだったんですよ、はい、それ見に行って僕仕事が忙しくて控え室でずっと原稿を書きながら表参道かな、ね、そう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 、はい、あのパフュームが控え室で雑談してるのずっと聞いてた記憶がありますよそうすごいじゃないですか。いろんな思い出がある。でも Perfume が多分新宿ロフトに出た最初のアイドルのはずなんですよ。あ、おそらく。
ロマンポリスの対バンで Perfume がロフトに出て、結構ちょっとそれってどうなのみたいな空気もあった中出て、でなんとなくそれで解禁というか、いろいろありになって、どんどんアイドル対バンも増えて、今よりロフトもアイドル箱になるといういやだからそのアイドル業界のもう本当に扉をめちゃくちゃ開いた、開きましたよグループ間違いなく、でめちゃめちゃ評価されてほしいし、たまになんかそのアイドルって言うなとかいう層がいるじゃないですか、意味が全く分かんないですよね。俺 Perfume が上手いのは何もそこでジョブチェンジしてないことですよね。全くしてないですね。私たちもアーティストなんでみたいなことも言わず、なんとなく空気として変えた、そのうまさですよね。もうアイドルって言わないでくださいもなく、ないですね。いやそう思う人はそう思ってみたいな感じですもんね。そう、北さん嫌だとも思ってないだろうし、北さんの結婚式が大きかった説は僕がずっと言いふらしてるやつで、結婚やってね、著名な方だったんですよ。そうなんですよ。要は業界人が山ほどいるオキテポルシェの結婚式で超やったのが漁港とパフュームと牧久夫先生とみたいなやつで、で要はブロスの編集者とかの前でパフュームがライブやったわけですよ、でブロスが即連載を動くみたいな、そこそこ行ってた時期じゃないですかその時。いやでもまだまだでしたっけ。まだです。まだもうまだチョコレートディスコも行ってない時ですよね。そうですそうです。そうですよね、ぐらいの時期に。でもメジャーは行ってたぐらい、メジャー行ってるけど、でもまだ危うい時期、危ういというかにフラフラしてた。そう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 、あれはだからあのタイミングが良かったんですよ。で僕は牧先生版を押して疲れて、牧先生と控室で話したんだけど、Perfumeのライブが始まった瞬間牧先生を置いてがっつくに。ただあの時 Perfumeにがっついてるの正直20人もいなかった。いないでしょうね。10人ぐらいががっついてて、分かんないでしょうね、あの凄さは分かんないでしょうね。とかあれがあの意外な影響を与えたはずだというのは僕の持論で、いやそれは業界向けのなんかある意味なんだろう、そうそうそう、お披露目会みたいになったっていう。そうそう、でそういう時に、みんな見てるわけじゃないですか、で Perfume が独自でちゃんと売れてってるわけじゃないですか、あ、沖手さんのあの余興で出てたあの子たちだよね、ってなって、それやっぱ仕事にやっぱつながりますよね絶対。だからじゃあうちの番組出たらみたいなのとか、押さなきゃってやっぱなるし、それやっぱでかいいんじゃないですか。そういうことか。その説はちゃんと、ね、川勝さんから何から本当に目利きが山ほどいる中で、ライブやったことの大きさっていうのは実はでかいっていう。だ沖手さんすごいってことですかね。そう実は木村カエラにバトン渡したのは沖手さんのはずなんですよ。木村結果的にそう一応木村カエラさんがチョコレートディスコの前かな、チョコレートディスコか、を押して、でポリリズムが、一番の功績なのが木村カエラのは間違いないけど、そこにバトンを渡した人たちとして、歌丸さんとか沖手さんとかが存在したことを忘れてはいけないという絶対にってことなんですよ。俺歌丸さんと会った時に、それも結構前なんですけど、会ってそういえばパフィムの話したことなかったので、パフィムの話をその時した時に、で最近全然そのパフィムのこと言わなくなったんですけど、あれってなんでなんですかって話を、純粋に思って聞いたら、もういいんだよ、自分が言うのはもういいから、っていうふうに言ってて、それすげえなと思って。歌丸さんでも未だにそのブブカンの連載とかでパフィムは別格として、パフィムは常に満点ぐらいの、なんでだから自分が言うことによって、なんかそのなんか自分もそうだし、パフィム自体がなんかそこにこう結びついてることが、邪魔になる可能性が一つでも迷惑をかけてるんだけど、可能性が一つでもそこで起きるならば良くないから、なるべく言わないようにしてるっていう話をしてて、めちゃくちゃいい話だなと思ったんですよ。それなんだ、パフュームを除くと最高点は何点みたいな謎のルールがあるんですよ、あれを。いやだからもう多分すごかったんですよね、やっぱ衝撃でしょ。パフュームが別基準であって、それ以外のアイドルの最高は4点7点ですみたいな、なんかあるんですよ謎ルールが。いや謎じゃない、謎じゃないっすよ、謎じゃないっすよ。パフュームがあまりにも別格すぎたっていうことですよね。そう、それありましたね、初期タマフルはパフューム出てたよね。出てましたよ。出てましたね、この間登録にコメント出してたパフューム、ね、そういう時代があったんですよ。ありましたね。パフューム好きとも言いづらい時代という。言いづらさを僕は全く感じなかったので、めちゃめちゃ言ってたんですよね、その時。だからそれが多分すごくイメージにつながってっていう。パフューム太田の人として、いや本当に絶対押した方がいいって言って、本当に釜の薬になりというね。
ね。あ、そうそうそう、うん、多分唯一初めてオフィシャルでカバー許されてる、うん、あの公式で購入をもらって音源で出せたのは多分僕しかいないはずなんですよ、うん、なるほど。あれだけ押してくれたからまあいいまあ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 っつってまあっつって中野くんでしょみたいになってるんで、あ、これ言っていい、あ、言う、あ、これ言わない方がいい、うん、いや、あ、うん、やめとこ、やめときますか、うん、すごい、はい、そんなわけで9時に1時間過ぎたので、はい、そろそろコメントを拾っていきます。はいはいはい、タムフルでレックがパフュームに出現してたな、このねコンバットレックという男がいて、あ、はいはい、トラハシとかでイベントやってます、ね、そうです。で僕がその、はい、ちょうどスイートドーナツ時期にパフューム最高って言ったら、すごいバカにしてきたのがコンバットレクトのとこで、ゴーデンやっぱこういう渋谷系っぽいの好きなんだねみたいな、そんな人いるんすか、すっごいバカにされてはーってなったですよ。え、怒ったんすか。いやいや、まあスイートドーナツ期にロフトプラザのイベントでそういうこと言われて、それから1年ぐらい経った頃かな、コンバットレックが真顔で俺パフュームに入りたいんだよって言い出して入れるわけねえだろうって、どういう人、俺が女になってパフュームに入りたいって言い出して、はい、うん、それぐらいパフュームが好きだって言って、あ、好きになったんです、ね、お前あの時にあれだけ言ってただろうみたいな話すげえっていうね。ビバラポップには期待してますのでっていう、ね、今年もあるんですか、ビバラポップは。発表になってないですね、うん、ですね、はい、何も言えないです、何も言えない、何も言えない。ビバラポップの1年目っていうのが、あの僕が結構過酷なあのショールもしたことでおなじみのあのずっと配信をしていただいたとね、何時間だっけ、7時間か7、8時間、8時間か半日近くあったんじゃないですかね、うん、最初聞いてたのが中野さんとかが助けに来てくれますって言われてたら、あ、そうそうそう、ほぼ来なかったっていう、行けなかったっすあの現場見ないとみたいな、そりゃそうですよね。意外とだからそれが結構でかくて、うん、現場の状況見ておかないとみたいなやつずっとあって、うんうん、ツイッターで基本大森さんとか中野さんとか来ますよぐらいに言われたら、一人になることはまずないと思いますよ言われたら、そうそう、意外と一人になるってあれね、やってみないと分かんなかったと思いますけど、ね、大森は大森でメンバー、うん、その出演者のケアとかいろいろしていて、うん、で僕は僕でその現場の状況を見ながら、うん、あの改善点をずっとこう吸い上げて、うん、でこうこうこうしようみたいな、うん、で実際トラブルもあった時も対応したんですけど、うん、あれはね、なかなか行けなかったっすね、うん、そう、行ってもなんかちょっと話終わっちゃったりみたいな、あれね、面白かったんですけど、はい、そう、過酷な戦いをすいません、ありがとうございましたお世話になって、2年目は比較的楽になったっていうねでも楽になったら楽になったら物足りないんですよ、なんかそうそう、え、これでいいのみたいになっちゃうから、あ、意外とハードなものの方が楽しいんだろうな。いや、それはそうじゃないですか。ですね、面白い方がだって好きなんですよ。まあ、言いふらしたいわけじゃないですか。好きじゃないですか。うん、こんな大変な大変な目にあったとか言いたいわけで、うん、あの今年楽でしたは楽しくない。ねえ、別にねえ、いや、まあなんかやったことありますみたいな感じだったら、それ人に話したくならないし、うん、別にっていう、やっぱそれは超えていきたいですよね。ですよね。あの1年目ならではのデタラメな感じが良かったんですよ。うん、あの僕はまだ一応、はい、トイレ行ったりとか。うん、食事体できたけど、はい、ふと見たらショールームのスタッフは誰も動けてなくてみたいな、ああ、はい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 、わあっていう、それぐらいなんというかこう初めてならではの手探り感があって、そうですね、うん、あれは手探りでがむしゃらでしたね、本当に、うん、楽しかったです、うん、僕が乗せてのね2人がスタジオに来た話、そうなんですよね、あ、そうで、だから郷さん誰が来てもちゃんと喋れるじゃないですか、なんとかしましたけど、ね、あれなんでなんとかできるんですか、なんかその例えばグループではい、はい、そのプラインタビューに書いてあったのは、うん、グループ同士がお話をさせ、はいはい、してくれれば、うん、それでまた盛り上がって、そこから、うん、気になったとか自分のフィールドのやつをピックアップすれば、うん、また話を広げられるからっていうのがあったんですけど、うんうん、どうしてんだろうと思ってあれは本当に分かんない人とかと話すってすごかったです、やっぱりあの完全ドキュメントですもんね、誰が来るか、あのどのグループが来るかはなんとなく言われてるけど、うん、その中の誰が来るかわからない、うん、あれで言うと乃木坂が来るかどうかがまず分かんないと言われてる、欅坂です、ね、欅か、はい、そう、欅面識ないどうしようと思ったら欅は来ないらしい、はいはいはい、はい、であのメゾンブックガールが来るらしい、ああそこはでも知り合い何人かいるからよかったと思ったら、うん、ほぼ交流のない2人、知らない2人が来た、えとかあの緩めるものもそうですよ、緩めるまあでもあのちゃん交流いろいろあるから大丈夫だなと思ったら、はいはいはい、ほぼ交流のない2人が来るみたいなあのほぼ交流のない2人が来るシリーズが結構あってそれをどう戦いを成立させるかの戦い、この2人かみたいな感じです、そうそう、それが楽しかった、楽しかったんですねやっぱ3人3人の面白さあるじゃないですか、
やっぱ安定、この猫舌書類もそうだけど、うん、意外とだから本当にしょっちゅう会ってるような仲のいい人は呼ばないっていうルール。あ、それだからコントレックとか杉作さんとか沖手さんとか呼んだらもういつもの感じになってるから、それは省いてそうじゃないゲストを呼ぶってルールにしてるのと同じで、なんとなくちょっと手探りな感じが欲しい、うん、その方が、うん、やっぱ予測できないことが好きなんでしょうね、きっとね。緊張感も好きだしっていう、うんうん、どうなるんだろうみたいな。そうそうそう、やっぱそれ、やっぱでもインタビュアーをなりわいとしてても、うん、それそうなるんですね。安定がそんなに楽しくないんですよね。なんか安心したいから下調べめっちゃしてっていう、うん、でまあインタビューとして成立させたいっていうのももちろんあるじゃないですか、うん、それはやっぱ評価につながるから、うん、なのにその不安定さを楽しめるって、うん、すごいことだなって。やっぱだから猫舌さんもたまに本当にほぼ仲良くない人を呼びたいとかもあるんですよ、うん、それ例えばどういう人ですか。信頼関係がある人をほぼ呼んでるけど、はいはい、初対面とかたまに入れたくなるわけですよ。突然入れたことって今までは何回かあります。その探り探りなんとなく信頼関係を作っていく楽しさとか、やっぱり信頼関係生まれなかったも含めて、なんか生まれない時もあるんですね。それはそれで楽しいじゃないですか。そうなんだ。中野さんがジャッジされた吉崎彩ちゃん、とか流れた、はい、一言、はい、吉崎あれインスタだってやってますよね。ラストアイドルの審査員仲間ですよね、我々は。あ、ここがね、大森さんも含めて。王さんラストアイドルで一番ラストアイドルになったじゃないですか。結果的によく言われる。だって俺ゼップで一番売れたのよ。一番拍手もらってたのよ。パフュームのライブで一番なんか歓声浴びるの中田さんなんですけど、うん、最後の最後に座って、うん、うおーとか言ってのゴーさんがラストアイドルにうおーってなってて、うん、もう神だっていう。それ神扱いですよ。サンシャインの最初のリリーベで実感したんですよ。そう、シークレットで出てたら一番、あ、そう、あの土星も込みで、そうそうそう、一番盛り上がりをするっていう。そっか、やっぱ声上げたくなる人っていいっすよね。うん、そう、うん、ラストアイドルのでも審査って、うん、ゴーさんなんかこう言われるじゃないですか、はいはい、あれ全然わかるんですよ、なんかそれ、うん、ジャッジ基準って、うん、いやそれはそれもあるし、うん、いやなんかその可愛さとか、うん、その面白さとかこれからの伸びしろじゃないですけど、うん、なんかあの全然やっぱ違う魅力を持ってると、うん、見ていたくなる魅力を持ってるかどうかっていう審査基準がちゃんとあるのにもかかわらず、うん、みんな分かってないじゃないですか、うん、でそれでなんかふざけんな、そう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 、いや、うん、こっちの方が完成度高いし、うん、ちゃんとしてるしみたいな、真面目だしみたいな、分かりやすく可愛いしとかね。いや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 、これからずっと見続けたい、見続けた時の変化とかで、うん、どっちがどうですかってなった時に、うん、っていうのでゴーさんのジャッジはすごく分かるので、うん、それを叩く理由全くないと思ってるんですけど、でも叩くの込みでの多分コンテンツなんですよね。そうなんですね。そして多分明らかに番組サイドが利用してる、全体を見てるんですよね。そう、うん、ね、だからこそ番組サイドが今のね、うん、今の放送分で吉田剛を審査委員長にするっていう、そう、だから僕が呼ばれないのは多分それなんです。だから僕はただひたすら、うん、いやこう同感、なんかこういろんな、みんなが納得するような正しいことを言うっていうか、そうそうそう、これはこうでこうでこうだから、うん、これは絶対この、まあ、この人が勝ちですって言われて、うん、何も言えないわみたいな風なのに持っていくのが僕の、うん、まあ、もう得意な、当時のツイッターのコメントとか見てても、うん、分かるっていうのが多かった気がしますよ、中野さんのコメントとか。あ、そう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 。だからこの人のジャッジ分かんないっていうのは、うん、ほぼ言われたことはないですね、うん、そう、僕が多分そういう意味では、うん、テレビ的に美味しいかったわけですよね。そう、そっちの方がやっぱ印象に残るし、うん、盛り上がるし、あなたがリスクを背負っていただければ盛り上がりますね。で、その方が自分ごとになるからみんな参加したくなるんですよ、うん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 、いや、あいつにはジャッジさせておくべきではないから、うん、自分が何とかしなきゃってなんで、うんうん、それはやっぱコンテンツ分かってるし、うん、エンタメ分かってる人だなって、うん、今のラスト大森さんの涙美しいね、見ました、よかったな、うん、僕が大森さんの通訳してる感じも含めて良かったってツイートしましたね。だからそれこそ情報持ってるから。それができるわけじゃないですか。知ってるから、うん、人となりとかも知ってるからね、うん、
王さんが燃えてて出されを知りました。でもだからあ、そっか、マグロサイド的に美味しいのは本当にそこなんですよね、うん、多分通常の出演ギャラ以外にも、うん、番組を盛り上げてくれるっていう要素がある。ツイッターとかでリツイートをする、あ、はいはいはい、はい、うん、告知をちゃんとして、そうっすね、怒ってる人たちを拡散することによって何かが起きてる感を起こしてくれるっていう、うん、うん、中野さんが見て伊集院はどうでしたか。伊集院さん、いや全然、伊集院さんめっちゃいいっすよ。天才ですよね、あの人は。天才ですよ、うん、本当に完璧な司会を見せつけられました本当に、うん、あんなすごい、あ、やっぱすげえんだ、本当にすげえな、とんでもない人なんだってやっぱ、うん、なりましたね、うん、その後の人たちもそれぞれ面白いんですけど、うん、やっぱりカンペをちゃんと読んじゃう人たちが多い中で、伊集院さんカンペ結構無視して自分の言葉で、うん、より正しい、うん、あ、そうですね、言葉を自分で選んだりとか、うん、あとメンバーのケアの仕方も尋常でないし、あ、そう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 、カンペにないケアをすごいするんですよ。そう、そう、見えてないところでのケアもいっぱいしてたし、すごかった。で僕らとかにも声かけてくれるんですよ、うん、なんかそれでなんかその、うん、いやこうジャッジとかも大変でしょう、ね、うん、そこで責任重大やしみたいな、そういう話もしてくれるし、うん、でもその伊集院さんとかってやっぱりそのテレビで見る印象と、うん、ラジオで見る印象、うん、まあ、ラジオで聞く印象か、うん、正確には、うん、違うし、でもその一貫性もあるけど、うん、あれってどういう風に成り立たせてるんですかって言ったら、うん、それはもうあるよっていうので、うん、全部説明してくれて、うん、そのラジオではこうこうこういう風にできるし、うん、でも地上波に出たらやっぱそのイメージもこういう風に出来上がってるから、うん、そこに対して当てていくっていうのをやっていったら、うん、どん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 やっぱ、うん、その特性に対しての自分のキャラクターっていうのが出来上がっているから、うん、そこにどんどん寄せてるだけっていう話をしてくれたんですよ、うん、だからそういう風にやっていけばいいから、うん、そのだから多分出る自分が表現する場所とかに対してはそれをやっていけばうまくいくと思うよみたいな話を、うん、まあちょっと正確か正確じゃないですけど、うん、とこれそういうような話を僕の意訳ですよ、うん、でそれを、話してくれて、うん、あ、そういうことなんだっていう、自分が出る場所に対しての自分の特性を生かすような振る舞いをすればいいんだっていうのはやっぱ伊集院さんもすごく教えてくれましたよ。もともとね、秋元康に対してよくね、うん、なんだろう、あまりいい感じを持ってなかったと公言してた人が番組に呼ばれて、うん、スパイのために司会をやるというしかもファーストシーズンのみというルール、ラジオで言ってましたね、そうそう、サンシャインで終わりというルールで引き受けてっていう、うんうん、も含めてクレバーですよ本当に、うん、あれをなんで受けたかっていう説明を、うん、その伊集院さんの元々のファンに説明しちゃいましたもんね、うん、ちゃんとね。でスパイが完了したからやめます、うん、分かったからっていう、あ、そう、アギオさんのこと分かったからみたいなもういいんだっつって、見事でしたよ、うん、面白いですよね。でもそういうのもね、そのいわゆるバズが生まれるっていうね、その、うん、状況が生まれるっていう要素の一つではあるから、うん、そう、本当にプロの仕事を見せていた。それぞれの特質の違いを毎回の司会の違いによって見れたのも楽しかったですけどね、うんうん、だから本当に最初見切り発車だったわけじゃないですか全くどうなるかわからないね。最初僕、まあ、どうなるのかな、最初ポスター作る時のコメント多分求められて、あ、はいはい、一番最初ね、あの時点で何が起こるか分かってなかったじゃないですか。分かんなかったです。僕もだから地下アイドルのスーパーチームみたいなの作るのかなぐらいの感覚でコメントしたら全然違う方向になっていって、うん、いや、なんか兼任かで、なんか入れ替えがあるみたいなやつがすげえ画期的だなって思いましたけどね、うん、最初。そしたらまあね、すぐ気づくわけですね、うん、兼任かにするとこういうトラブルがあるんだなとか意外でしたけどね、あ、うん、そうなんだ、スケジュールでやってみないと分かんなかったっすよね。そうですね、スケジュール確保できないっていうまたややこしいのがそうですよね、結果やめてね、それこそリンゴ娘とかが地上波的には一番ブレイクするみたいな、うん、あ、確かにね、ラストアイでいい感じで名前を打って、うん、それに詰めると残した人が独自の方向で行っちゃうっていう、だ一個なんかそのなんか残すっていう意味ではやっぱ業界の仕事が高かったので、うん、ラストアイドルって言えば、うん、あ、ラストアイドル知ってるよってなんで、うん、そっからその各々がどういう風に、うん、その発信していくかとか、うん、その活動していくかっていうことだと思うんですよ、うん、でそのもちろんメンバーもそうですけど、うん、だそれ をちゃんと作ってくれたっていうのは秋元さんやっぱすごく偉大だなってやっぱ思いますけど、うん、
面識あるんですか秋元さん。一回だけ、そのラストアイドルの審査員をやるので、うん、挨拶させてもらって、うん、こんな物腰柔らかい人なんだってびっくりしました、うん、なんか話、なんかそのなんだっけな、なんかそのネットとか見るんすねって話をして、うん、見るに決まってんじゃんぐらいの話をされて、うん、ですよねっつって、うん、エゴサしてんすかって、うん、エゴサとか、 なんか自分の評判とか見てんすねって言ったら、うん、いやそれは見るっしょみたいなこうですよねみたいな、うん、でそっからでも秋元さん興味持っていろいろ書籍か、うん、書籍じゃないか、なんか動画見たりとかいろいろしたんですけど、うん、やっぱ異常なぐらい頭いいっすね、うん、頭いい人ってこう人のこと言うんだぐらいやっぱ的確に言葉をチョイスできるし、うん、場に対しての自分の役割も分かってるしみたいな、うん、こういう人なんだなみたいな。原稿に書いたことあるんですけど、うん、なんだろう、本来だったらもっとサブカルに評価されたいっていう、うん、いう欲望がすごい強い人だと思っていて、あでもいやそれみんなあると思いますよ。だからドメジャーな人じゃないですか。ドメジャーだからこそ有吉さん怖がってるじゃないですか、サブカルを。ああはいはいはいありましたね。評価されたいじゃないですか、うん、それは。有吉さん僕に対するガードが異常に硬かったあんだけ評価される人でも、うん、羨ましいなってやっぱ思える界隈って、うん、やっぱサブカルとか、うん、そこのカウンターとかわかんないですけど、まあ、サブカル知識があるからこそじゃないですか。有吉さんもそうだし、うん、池本さんも基本はそうで、うん、だからこそなんだろう、本人も言ってたけど、かつてのプロレスみたいに村松智美さんとかいろんな人が語るようなものに AKB をしたかった、はいはいはい、で頭の人が語ってくれたのが嬉しくてしょうがなくて、うん、小林よしりんとか、うん、よしりん語り出した瞬間にもうどんどんフックアップして、あみたいな、はいはいはい、ああいう食いつきが嬉しかったんですね。すごい嬉しい、やっと語ってくれたみたいな。ブブカが語ってくれたもあるし、はい、あそっか、自分が無視されてると思ってたんですね。だから本来だったらもっと自分はサブカル側のはずみたいな思いがすごいある、あずの人なんですよ。でそっちに向けた電波もすごい出してて、それこそ王健さんが映画の主演したりとか、うん、なんかね RC 主題歌にしたりとか、もうちょっと本人はそっちの電波出してたはずなのに、もっとただのドメジャーのなんかねゼニゲバぐらいのイメージになってる自分に対するモヤモヤが多分すごいあるんですよ。まあありそうですよね、うん、俺はそっちじゃないのにみたいな違うのに、むしろそうそうそう、分かってよって言う側なのに、そうそうのはずなんですよね、うん、だから多分あの僕に興味持ってるのもそういう流れではあると思うんですよ。へえー、うん、いやでもそれはあるでしょう、ね、うん、僕らを審査員に選んで OK を出してるってことはそういうことだと思うんですけどね。うん、ちょっとトイレ行っていいですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、トイレ行く人いますか。いっぱいいますそしてその間コメント拾ったりして繋いでおいて、あじゃあ繋いで大丈夫です、すいません、はい、むしろだってコメントで心配してましたからね。え貴様トイレ大丈夫って。あトイレは行きたい、トイレ近いんで今は佐久間さん推し、そういうことですよ、ね、佐久間さんが犬と言われないのはおかしいぐらいに言ってますからね佐久間さんが太ったのは秋元さんがいい食べ物を食わしたせいっていうのがそれは佐久間さんも認めてますからね、はい、4本目ですからね。アイラさんも同じかというか、アイラ美月の話、これは自身秋元康ゲストの素敵、それはないですねトイレに仕掛けはないですよ。夫婦で5の部屋制覇、はい、初めてのパターンですね。佐久間さんと秋元さん、明日ラジオあるね。そうかそうか、あー特番の方ね、そうだ、うん、日本放送佐久間さん裏でラジオ、そうだ今週1週間佐久間さんラジオなんだ、そうだですね。うん、アイラ美月ずっと実は アイラ美月現アイラとサオリアットデスティニー、あ今アイラ見つか、アイラ見つか、サオリアットデスティニー現サオリか、アイラとサオリ2人ゲストってどうかなって提案はしてはいるんだけどね、うんうん、そう当時から付き合いがあって今もちゃんとサバイブしている2人っていう、リジさん出てほしいけど郷さんを避けてるからさ、僕を避けてるわけではなくてただ僕のインタビューは受けないという公言をしているというね。インタビュー受けない、あ、郷さん、伊集院さんがね、伊集院さん、はい、あー受けなそうっすねという言って公言してる人が2人いてっていう話ですね。へえ、徳光さんと、ああそう徳光さんは
その水島社会とかに僕のインタビュー集渡されて、うん、俺の大好きな本だよってすごい喜んでくれたんだけど、俺はこういう話すげえ知ってんだけど、でも吉田豪の取材を受けない。なんでなんですか。まだこういう商売をしたいからみたいな。だから言えない話があまりにも多すぎるって、うん、まだ答え合わせをする時期ではないっていう、ことでしょうね、という特別ジュニアはどうなの。特別ジュニアは仲いいですよ。あ、仲いいんですか。毎年年末にロフトプラスワンで一緒にイベントもやってるし、ですね。貴様今日の服装は、今日の服装来た時の格好ずっとしてる深い意味はないですあ、なんかあったっけ、これこんな子意味ある。アイラ美月の話をしてほしいとか来てるんですけど、その辺に何かありますか。アイラ美月は、うん、でもパヘからの流れでもちろん聞いたし、あと聞いてはいた。でも音でアイラもサウリアットデスティニーもいやだからいやデートピア関連も聞いてはいた。デートピアはもちろん名前も知ってますけど、あのクルミクロニクル、うん、あれもその流れですね。であのデートピアの人がやってた。そう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 、うん、好きですよ。だから、うん、デートピアの流れというか、くるみクロニクルいいっすよね。今なかなかね、くるみクロニクルを語る人がいないですからね。そう、いないんですよ。あれね、あれどうなったんですかね。もうやんないっすかね。やんない、もめましたね。今だから話せる話をすると、くるみクロニクルが出るイベントを大阪でやったことがあるんですよ、はい、の時にサーリアットデスティニーが大人の事情でやめたんですよね、活動を。これはその当時のデートピアとちょっと多少揉めて、はい、多少揉めて、郷さんの多少揉めてはいろいろあったんだろうなっていう含みがあるから、まあ、デートピアいろいろ大変で、それこそアイダ美月が辞めるときに、ね、はい、ラストライブのときにお母さんが来てて、はい、あの辞める話をしたときに、うん、それでいいのか、もっと言わないでいいのかってお母さんが言って、要はガチでいろいろ揉めてたことを、はい、お母さんが全部言わないと後悔するよみたいなことを煽ってみたいな、はい、スリリングな展開がまずアイランの時あったんですよ。え、それステージ上ですか、裏ですか。あの普通にライブ中にお母さんがライブ中にそうっていうちょっとない出来事が起きて、で沙織は沙織で、はい、あの辞めるって言えないまま辞めたんですよ、はい。それ聞いたら、はい、あの在庫、はい、やめたって言ったら CD の在庫が結局、はい、あのなんだろう、不良在庫だからレーベルが引き取んなきゃいけなくなるから、うん、やめたって言うなと言われたままラストライブをするという過酷な状態へー。要はファンに最後の挨拶できないままやめていて、うん、でその後もつながりはあったので、はい、ちょっとねこのままだとあれだから、うん、ちょっとファンに挨拶しましょうみたいな感じで、うん、僕が大阪でアイドルイベントやった時に、はい、ちょっと顔出しますかみたいな感じで、はい、トーク部分でちょっと出ましょうみたいな感じで言ったら、はい、あの沙織が出るならくるみは出せないみたいな。そんなあったんすか。そうくるみがあのねそのねデートピアの人がやってたんで、みたいな。まあでもそういうのありますよね。ややこしいことになって、ね、じゃあ今日は来てなかったという体でっていうことでちょっと出てもらってて、なんかね運営とかね言われますよね、そういろんなことがありました、ね、事情はね、あのやっぱ表に出てないところとかも含めてそれぞれの視点もあるしで、はい、ありますあります。そう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 、いろんなことがあるということを多分ね、中野さんもね、僕さんの郷さんいっぱい見てるわけじゃないですか。で中野さんも多分今ゾックって言おうとしました。いや言おうとしてないですよ。いろいろね、いろんなことを経験して見てますからね。それはあの思ったんですよ。いやだから本当にそうなんですよ。そうそう。よくそれでも言いたくなる気持ちはもちろんわかりますよ。いやふざけんなよと、うん、いやこんなに応援しててみたいな、こんなに思い入れがあって、こんなに人生捧げてるのに、うん、なんだクソ運営みたいな気持ちはもちろんわかるけど、ね、で運営は運営で、うん、ちゃんと思いとか、うん、立場とかその守るべきものがちゃんとあるっていうので、うんうん、そういう意味では本当にハローはうまくいってるっていうか、うん、いろんな人たちがクソ運営って怒ることであれだけいろんな人をね巻き込んで、うん、あんだけうまくいってるのないですかね。ちゃんと運営が敵になってますからね。みんな運営に怒って、うん、いいバランス取れてると思いますよ。うん、うん、ふざけんなっていう、うん、でもそれも楽しみの一つになったりとかしますからね。ね、もうあるけど、うん、
なんかそのなんだろうな、地下のクソみたいな話は山ほどあって、うん、そういうもの地下のクソの話、そういうものに起こる気持ちはわかるけど、そうじゃないところにはなんかもっといろんな理由があるんじゃないかな、うん、ぐらいな考える余地はあってもいいとは思いますっていう、いや全然ありますよね。だって、うん、うん、ありますよ。無言を貫いてることに対してもやっぱり、うん、順々はうまい、うん、そうですね、渡辺さんうまいですね、実に順々いろいろ、だってあの人ちゃんと勉強する人だから、うん、うまいっていうか、それはあの人はそうするよね、まあ、本人も怯えながらですけどね、あの僕も突っ込まれたら痛いとかいくらでもあるんでっていう怯え方はすごいしてるけど、あその中でうまいバランスで取ってる、うんうん、でも今時代にちゃんと合ってる動き方をちゃんとしてるので、うん、すごい。でもやっぱ丁寧で情熱持ってる人はちゃんとしてるっていう評価を受けますよね、うん、だってね、まあ、大森さんも本当に大森さん自身はすごいちゃんとしてるし、ギリまでいろいろ、あ、すげえちゃんとしますよ、頑張る人なんで、あの人ね、優しすぎなんですよ。わかります。あの誤解してる人いっぱいいると思うんですけど、うん、優しすぎてああなってるんですよ、うん、人への配慮が行き過ぎてああなっているんで、うん、それはね、あの知ってほしい一面だなって思って、うん、超頑張ってますよ、本当に。あんな頑張ってる人いないんですよ。ね、うん、人のためにあんだけ頑張れる、うん、だからそれを僕だから止める役割ですもん、うん、いやそんなやんなくていいと思うっていう、うん、それこそね、生うどんの時にどれぐらい頑張ってたかっていう話って、うん、そんなに見えてないじゃないですか。全然見えてないと思うんですよ、うん、めちゃめちゃやってましたよ、うん、で生うどんに限らずずっとな誰かしらのいろんなねトラブルに対して案件をちゃんと受けながら、うん、で自分の活動もやってって、うん、ゾック立ち上げてとかってやって、それがだから結果だけでみんな言っちゃうじゃないですか、うん、あんなメンバー辞めたのが大森はどうなってんだみたいな、あ、はいはいはい、それはいろいろあった上で、うん、相当頑張った上だと思いますよっていう、うん、あれね見えないっすよ、うん、あれはだからその本人のコメントをちゃんと貫いているので、うん、僕も言うことは何もないですけど、うん、でも今までの話を多分聞いていれば、うん、あ、うん、そういうことなんだっていうのが分かるかなっていうのはあるんですけどね、うん、だから表面に見えてないところがいっぱいある世の中にはね、そういったところでっていう話ですよ、うんうん、なのでだからそれに突っかかってくんなよっていう話そう、まあね、バカじゃないのって、それ突っかかってやる気なくしたらどうすんのっていう俺本当に意味が分かんないですよね、お前さんの心が折れたら終わりますからね、あのじゃあ全部なくすけどってやった時に、うん、じゃあそのだから応援してる人もそう含めて、うん、そのなんか誰も幸せになれない状況になるけど、うん、それが望みだったのっていう人もいるんだったら、まあそれはいいかもしれない、わかんないけど、終わらしたい側が頑張って、ね、攻撃してるんだったらわかるけど、ファンがそれやっちゃダメでしょってだけ、ね、そう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 、で、うん、それファンって気づかない時とかもあるから、うん、それやっぱちゃんと伝えてあげる、教えてあげる、わ、うん、かるような発信をするっていうのは、うん、その周りがやっぱするべきだと思って、うん、だから僕とか郷さんとかこういうショールームとか出た時に、うん、今こうやって話ができるわけじゃないですか、うん、発信もできるし、うん、それはちゃんと守ってあげてくださいねって話ができるから、うん、そういうのはやっぱ必要ですよね、うん、大森さんの心が折れたらいろんなものが終わりますよ、それはね、あの人はね守っ全員で守った方がいいっすよ。これね、何度も僕書いてるんですけど、大森さんがだから本当に何だろう、いろんな聖母みたいなイメージになって、大森さんならいろいろ守ってくれるはず、大森さんだったら大丈夫だみたいな感じで、みんなが大森さんに圧かけてるけど、大森さん自身が守れなきゃいけない人だってことをみんなが忘れてるっていう、うんうん、いやだから、まあ、言っても一番身近に一番長い時間一緒にいる、うん、ここ5年はね、うん、だからやっぱ見てても本当に大変そうなんで、うん、どう守るかっていうのをずっと考えているし、うん、だからそれこそ一番冒頭に話した、うん、知らなきゃって、郷さんは分かってくれたのに、うん、ピエール分かんないじゃん、ピエールって呼ばれてないですけどそれはそうだ、ピエールとは呼ばれてないですけど、うん、なんで分かんねえんだみたいな、うん、やつとかもそうで、そうか、あ、この人守んなきゃって勉強しなきゃいけないっていう知らなきゃっていうので、うん、でやっぱ本人はそれを気づいて、うん、で実はこういう症状があるかもしれないっていうのを教えてくれて、うんうん、全部当てはまるみたいな、なるほど、
まあね、でジョーカー見に行こうぜっつってジョーカー見に行ってとか、うん、それも当てはまるの。そう、あのこう見たことあるこれこれこれっつってっていうので、発達障害的なものって本当にね、この仕事してる人って非常に多いし、そう、多分僕も大なり小なりで多分その要素はある。あ、そうなんですね。っていうのは高隈健太郎先生が発達障害の人 で、うん、でそういう本を書こうとしてるんだけど、一回イベントで一緒になった時に、うん、吉田さんも多分そうだと思って高隈先生に言われて、あ、そうなんですね。で確かに僕の片付ける能力の異常な低さとか、自分能力の異常な低さとか思い当たる節はいくつかある。だからそれこそ最近のチュートリアル徳井さんの件が他人事じゃない人っていうのが結構いて、徳井さんはだってそれはだって別に僕ら分かるじゃないですか、それ。そうなんですよ、徳井さんの件を分かるか分からないかっていうのがすごい大きい。でかいですよね、あれ。批判する人は多分それ知らないですよ、知らない。あの、なんでこんなちゃんとお金の処理とかしないやつが悪いよみたいな、いやそれが致命的にできない人種っていうのがいるんですよっていう。でそして多分それは比較的僕もそうみたいな人が意外と多かった、うんうんうん、僕あのこの仕事しないんで、そうできないんですよ、ね、音楽の仕事とか、うん、それこそこういうなんだろうな、うん、ライターとかにすごい多いんですよ、うん、あの請求書を書けない人種とか、うんうんうん、すごいいるんですよ。で僕も多分比較的そこに近いからすげえわかるっていう、うん、そしてこの人が叩かれてるのを見ると辛い、辛いですね、うん、なんでこんなことがわからないのか言われるたびに、いや分かっててもできない、全て後回しにするのすげえ分かる、うん、その一手順ですよね、うん、あれは。だから税理士に渡せばいいのに、 そこの一手順ができなかったって、それも後でいいやになるっていう。そう、あの、うん、で一回、まあ、やんなか、うん、1年やんなくて、うん、年度でやんなくて、うん、なんかそのまま別に仕事もできたし、うん、っていうので積み重なって3年後とか4年後だったじゃないですか、うん、で怒られる。そう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 、で怒られてもまた同じことを繰り返す。そう、すげえ。だから間にその税理士に領収書を渡す人を1人雇えば解決するっていうやつだったんですけど、それってあのやっぱあんま仕事として認められてないというか、うん、あんまりそういう人っている知られてないから、うん、頼みようにも頼みようがないっていうところなんです。だから税理士っていうのは雇うけど、うん、でもだから会社員の人とかは全てがね、あ、そう、会社のシンプルじゃないですか。そういうことが自営業は確定申告すごいややこしいわけですよ。めっちゃややこしいです。ね、この100社ぐらいと仕事して、うん、100社ぐらいから、ね、そう全部取りまとめてっていうのをやらなきゃ、マイナンバーよこせとか言われることの辛さっていう誰が思いながらやるもんかっていう。いや別にそれはあの処理できないんで渡してあげてください。マイナンバーなんか送ったことないですよ僕一回も。え、それって処理できるんですか。わかんない。やったんじゃないですか。そのせいでもらえてないこともあるかもしれないけど。これやどこ。だから僕もだから比較的得意さんいるんで、だから僕ただあの払ってないのに逆なんですよ。もらえてない可能性があるっていう。逆なんですよね。あ、払いすぎてるっていうね。あのだから確定申告もそれをやればもらえることをもらってない可能性もある。でもそれも面倒くささによってやってないっていう。マイナンバー渡すのなんでやるんですか。あの全てをコピーして、まあ、マイナンバーカード自体持ってないですよ僕そもそも。え、なんかそのでも個人番号カードみたいなやつ、番号のカードあるけど、それをだからなんか番号わかるじゃん、コピーして貼って送れみたいなことを100社ぐらいにやるっていうのは地獄ですよ。無理。すげえ。だからその通知来るじゃないですか。うん、すげえ来る。あのこの度やり取りしましたから、そうものすごい、マイナンバーのカードを送ってくださいみたいなやつありますよ。そこがこの辺に山ほどあるのがマイナンバー大丈夫、配信して大丈夫なんですか。これがマイナンバー早くよこせって言ってるやつと違う。配信して大丈夫なんですかそれ。うん、大丈夫ですよ。だってなぜならそれは僕が払ってないじゃん、むしろもらえてない方なんで可能性としては。そう、そっか、税理士にいろいろ任せてるけど、あ、そっか、申告はしてる。そう、申告してる。ただマイナンバーに部分は税理士任せじゃないんで、源泉徴収の、あの、申告をしてないと、うん、全部そういうのは全部やってるけど、え、マイナンバー部分のみがそれどうなってんの。確定申告が全部税理士任せてやってるんで、わかんねえな。うん、そう、あ、だからやっぱそういう、そう、マイナンバー障害の傾向があるってことですね。ある、そう、もう無理っていう。いや、そう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 、で、だからそれが、うん、そうそうそう、そういうのがあるから、うん、そういう人でもあるから、うん、で僕だからアーティストが壊れやすい理由みたいなやつが今書籍になってるんですけど、うん、それ面白いんで読んでほしいんですけど、うん、あのその発達障害とか、うん、そのなんかミュージシャンでやっぱこんな頭おかしい人いるんだみたいなやつって、うん、結構こうドキュメンタリーとかでもやっぱ追われている、うん、
で死んだりとかもするし、うん、なんか気候とかもやったりとかするんですけど、でそういうのもなんでこういう風になるのかっていうのをまとめた、一回まとめたやつがあって、本で書籍であって、もともとバンドマンの人が書いてるんですけど、それを読むとなんかその理由が全部やっぱ分かるんですよね。あの、天才って呼ばれてる人とかってやっぱ自分の考えに及ばない行動とか、やっぱタイム感とか全部していくんで、なんでこれこういう風にするんだみたいなのが全部解けていくんですよ。あ、やっぱ天、あ、すげえんだみたいな、特化してんだ、何かにかけてる代わりにパラメーターがですよね、一つに特化しちゃってて、なんかどっかにこうグイってこう、すごい触れてんだみたいな、不格好なで、それを最初に多分やったのってファミコンとかじゃないですか、もうなんかパラメーターどう振るみたいなやつって、あれ多分なんとなく分かってて、そういうのやってたのですよ、で振るとこれが書けるよみたいなやつがあって、俺だからゲームってすげえなってやっぱそこで改めて、すごい分かりました。僕も人生パラメーターだと思ってて、パラメーターをどこに振るか、やっぱね、家庭とかプライベートとか、 僕の中でもそういうのを削ることによって何かを特化させるっていう発想なんですよ。大森さんとか多分中野さんとかその家庭とかも作った上でどうしていくかっていう戦いにいってるわけじゃないですか。あ、面白いですよ、パラメーターの振り切り方がまた倍にありますよ、ギュイッと広がりますよ、超面白いですよ、結婚しないですか、ところでさっきはぐらかしましたけど、はぐらかしてはいないですけどしないんですね。杉崎さんも振り切ってから、そうだよね。だから僕らは多分振り切る側で、へー、大森さんも振り切ろうとして生きてきた人が、結婚によって多分新たな何かのやり方を作ろうとしてってなったと思うんですよね。そうですね、そうですね、なんかね、いろいろうまくいってるからってのがでかいと思いますよ、子供かわいい、やっぱでかいかな、あとなんだろうな、いやでもやっぱずっと見てるけど変わってないところやっぱ変わってないし、やっぱ鋭利じゃないですか、ですね、尖るときめちゃめちゃ尖るから、結婚すれば別のシフトになるみたいなものは幻想なんだっていうのは分かりますよね。すっごいな、めちゃめちゃ戦うんだなこの人って思うときとかってで、まだ戦うんだっていうふうに僕も言うぐらい、今はみたいな感じでバーって集中してるんで、すごいし、でまあ曲書く、だから音楽やっぱずっと好きな人だから、音楽に対しては本当に誠実な人だなって、もう本当に感動するんですよ、あ、結婚してよかったなって思う部分の一つで、天才すぎて、ずっとちゃんと曲を書いてる、でそれを子供が聴いてちゃんと歌えるって、真似して、歌ってっていうのが、それなんかアレンジされてリリースされた時に、わーって楽しそうに歌ってるみたいなやつを見て、いやーすげえいい、なんでこの光景みたいなのとかも、あ、すいませんのろけてね、全然のろけですよ、よかったですよね、本当にそんなに危うい状態で大森さんをそこに持っていけたのは、でもそれはでも大森もよく言ってますね、やばかったねみたいな、結婚しなかったみたいな話は、あの時期のフライデーの連載読んでるだけでやばかったですもんね、だしやっぱ曲もそうだし活動の密量、なんか質量とかもやっぱそうですけど、やっぱ異常、なんかそのなんか高円寺に住んでたこととかもあったわけじゃないですか、で愛媛から出てきて高円寺住んでとか、で影響を受けた人とかもいっぱいいてっていうので、やっぱ活動の密度と、その速度と、もう他をもう圧倒していくことしか考えてないし、絶対自分がすごいっていうの、で実際すごいから、それをどういうふうに命を使っていくのかに全身全霊をかけた人なんで、それ誰も勝てないですよね、やっぱそれ。でもそれは郷さんもそうだと思うんですけど、僕もそうだし、やっぱそこに情熱をどれだけかけられるかっていう
自分の命の使い方っていうところで、うん、それをあこんなちゃんと使ってる人いるんだってなって、うん、だからそれに対して多分拓也さんとか、うん、津田さんとかもそうだけどその影響受けたと思うし、うん、あすげえなってこんなちゃんと使ってんだっていう、うん、それを話が濃すぎて質問拾えてない問題あごめん一回トイレ行っていい、はい、質問拾っといてください了解です、はいいい話はしてますよね、ちゃんとね、うん、お互いに救われたのかな春日杉作吉田の結婚レースこの中で一番結婚したかったのは春日さんですからね、うんうん、もっと聞かせて父さんが血のみごを抱っこしてる光景を想像してみた。やっぱり想像できない。甥っ子とか姪っ子ちゃんと抱っこしてますからね。できますよ。なんで、うん。後藤真理子からプロポーズされたじゃん。現場で聞きましたよ。四ツ谷ですねえ現場で生だったんですか四ツ谷のイベントで、はい、生だったんですか結婚しようって言われてあだから結婚しないですかしないところで僕ね現在プロポーズしてるのは後藤真理子さんだけなので、はい、あれ椎名ちゃんとかどうなんですか椎名ちゃんには何もないですよ別に椎名ちゃんは大森さん大ファンですからねあ そうなんですね、うんお前ちゃんの話を堂々とできるようになってよかったですねああ、うん、そうっすねピサマンはアイドルプロデュースはしないですしないでしょそれはややこしさをいろいろ見てきたしないでしょするわけないじゃないですかまあゾックの大変さを見るとって感じですかいやっていうよりでも、うん、ゴーさんと割とスタンスは近い、うんね、あの責任持てない、責任持てない、うん、だからすごい、だから尊敬してますだから、うん、アイドルプロデュースしてる人だね、うん、ゾックも絶対大変だろうと思ったら案の定大変だっていう感じですからね大変、でもめちゃめちゃかっこいいっすよね、うん、ゾックがいや、大好きですよ、本当に、うん、でも目が離せないグループはやっぱすげえいいなと思って、うんいろいろ思うこともないことはないけど、うん、それこそ最初に辞めた、ね、フィンとかがフィンね未だに大森さんの歌とか歌ってるのを見るとあ、うん、なんかいいなと思ったりしますねいやだから、うん、あの、うん、なんだろうなそのなんだろうなんて言ったけど、うん、別に見捨ててるわけでもなんでもないからそう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 一緒に生きようはもちろんそうだしさっきもずっと言ってますけど自分と関わった人は絶対よくしていきたいじゃないですかだってその辺のごたごたも僕かなり見てますけど、うん、大森さん異常に関わろうとしましたからねあそこにねへいやそのすごそうフィンの時とかいや相当な関わろうとした上でのあれだったんでわあそうっすね大森さんすげえと僕正直思いましたからねうんそれは僕も関わりましたね、うん、でなんかその全然その辞めた後に空港でたまたま会って、うん、ようって言って会話しましたけどね、うんうん、ねしみじみしますよ全然だから別になんかその関係性とかね、うん、全然変わってないっすよそんな、うん、別に一応ドラマだよね確認だけどいや、そういうの確かにそういう話一切してなかった今日いや最初に凛として死ぬドラム担当 PL の方が S って言ってますよはいはいはい、はい、一応僕でもちょっと寄せて今日は、はい、あのクラッシュのドラマーの T シャツを着てるちゃんとしてるんだよ寄せてはいるんですよトッパーヒードの T シャツ着てるっていうね、まあ、あのすげえ内側にあの嫁の T シャツ着てるんですけどお全然見えないですけどこれ着てくねって朝言ってたんですけど、うん、全然見えないですけど欅坂の話聞きたい。あ、欅ね、うん。はいはいはい。椎名ちゃんの彼氏と揉めた話。へえ。あ、コメントちゃんと拾うんすね。拾いますよ。へえ。そうなんすね。貴様ハロプロの仕事してほしい。
なんで有吉反省会だったの？いや、なんでなんだろう。なんか地上波僕出たことあんまりないんですよ。M ステとカンジャムしか出たこともなくて、そこで発表するのはまずないじゃないですか。そうですね。音楽番組なんで。実は結婚しました。僕オンリー聖子と結婚してるんですはないじゃないですか。うん、バラエティ初だったんですよ。有吉反省会。だからじゃあちょっと、それ盛り込めるんだったら盛り込みますか、みたいな感じで話が盛り上がって、で発表した感じですね。うすうす気づいてたことをあそこで発表したという。あ、そう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 。なんでそこっていうのがやっぱ欲しかったんですよね。まず、でもそこしかないっしょみたいなやつもあるじゃないですか。手紙がいたから。あ、それもあります。手紙ちゃんがちゃんとそこで事情分かってる人がね、レギュラーでいて、そうそうそう、得意の番組で半ば公開されてなかった。あったね。事故でしょ、あの NHK の完全な事故、携帯大喜利、あれも事故狙ってあの人拾ってるからね。そうなんですか。僕もまあ別に、ね、狙ってはないですけど、なんかツイッター募集してますって、ツイッターといえば僕じゃないですか、やっぱバンドマンで言ったら、ゴーさんが僕じゃないですか、はいはい、それで送るじゃないですか、でそう送ったらなんか旦那から来てますって言って、大森さんが出てた時にね、大森さんが言って、で、徳井さんが、あ、ピエールさんって言って言っちゃって、そう、あ、それ言っちゃダメっていうので、その旦那がバレるっていう、ありましたね。それ言っちゃダメって言わなければ、あ、そう、ピエールさんから来てみたいなと言えば、多分そんなバレなかったはずなんですよ、そう、なのに言うから、聖子ちゃんは言うからそれはあの徳井さんのあの特有の病ゆえに空気読めなかったところではなくじゃないですよ。あれは全員が全員どうかしてたやつですよ。でフレンズだけまとめちゃう。わあ、いいのこれみたいなって、フレンズはやっぱあの後引きずって、あの、その後の、あのフェスで、あの時大丈夫でしたみたいな、僕ら頑張ったんですけど、何もできなかったっすっていうまあね、どうにもできないですよね。どうにもできない。なりましたね。フレンズかわいそう。そう、でもだから徳井さんが早く復帰してほしいっすよ俺。ですね、本当に、っていうかだって、みんな気持ちが分かるか分かるするとね、ね、宮迫さんもね、復帰してるし、ね、あれを復帰というかどうかっていうねなんで復帰じゃないですか、あれも完全復帰。地上波には復帰してないでしょ。完全復帰でしょ。完全復帰ですよ。いいじゃないですか、宮迫さんとエガちゃんの対比がめっちゃいいじゃないですか、あれ今、まあね、めっちゃいいっすよ。はいはい、会員登録はね伸びてますよ、どっちもっていうねあれは吹きじゃない、宮坂は見てて辛い。あ、それがいいんじゃないですか、自分ごとになるから。徳井さんが5の部屋で復帰徳井さんは、いやだってあの人仕事めちゃくちゃにできる人なので、実力がものすごいある人だから、ちゃんと、なんだろうな、しっかり、なんだろう、ちゃんと復帰するっていうのが分かんなくなりましたよね、あの、宮坂さんとか亮さんの、どうすればいいのかが復帰の仕方を見たときに、あ、じゃあどうすれば、その地上波なのか、インターネットなのかみたいなやつありますけど、いやでも、あの徳井さんとか、あと山里さんとか、あと有吉さんとかそうですけど、やっぱそのいわゆるビッグスリーと言われてる人の後を継ぐ世代の、もう本当にレジェンドになる、地上波レジェンドというか、その表に立つ人のものすごい、尊敬される立場になれるような実力を持ってる人たちなので、それをやってくれればいいなっていう一心でしかないんですよね。だから早く復帰してほしいです。まあ徳井さんは難しいかもしれないですけど、ツートリアル福田さんゲストはありですね。福田さんはあの一緒にあの武道館アイドル博で戦った仲間なので。あ、戦った同じ控え室で。そう、あの福田さんなんかアイドル知識ゼロなのに、地下アイドルと100人ぐらいとトークすげえなー、できたんですね。やってました、やっぱりプロでしたよ。あの面白い素材を見つけ出していじる能力がやっぱりあって、あーそっか、あ、ここやっぱりちゃんといじるんだっていう楽しさはすごいあって、すげえなー、即興芸術ですね。そうそう、超面白かった。いや、お笑いは芸術っすよ、本当に。そう、人を笑わせるって難しいですからね、いや、すげえなー。面白かったんですよ、去年かあれ、はい、さ、去年か一昨年か、そのね、あの武道館アイドル博、はいはいはい、アイドル博ねダイナマイトトミーさんがやっていたことでおなじみの武道館アイドル博、はい、それでダイナマイトトミーさんに言われて事情もよくわかんないのパタさんが巻き込まれた武道館アイドル博、パタさんとね、その福田さんと僕とかでずっとトークをするという
事故ですよ。事故になった。畑さんが何の事情も分かんないまま7時間ぐらい付き合わされるわけですよ。でパタさんがアイドルとチェキとか取らされるんですよ。パタさん喋るんですか。パタさん意外とボケというか超良かったですよ。超良かった。僕がパタさんにがっつきまくって。だってね、うん、10年15年前ぐらい考えられない。考えられないですよ。いいじゃないですか。そんな地下アイドルの武道館のフェスにパタさんが巻き込まれて、うん、トミーちゃんに言われても俺騙されたんだよってブー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 。超良かった。へえ、うん、僕がだから言いましたよ。畑さん実は僕あのね VRX の映画に僕の音声使われてんですよ。でちょっとちょっと信頼関係がで、それ一緒に見に行きました、ね、そうですよ。中野さんに言われたんですよ僕試写でX のあのドキュメント映画が公開された時に VRX、うん、そう僕が TBS ラジオで話した、うん、タイジさんが亡くなった時の音声が、そう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 無許可で使われてるという大事故。いや僕は無許可とは言ってるけど、郷さん出てましたよって言って、何も聞いてないですよって。じゃあ行きましょうよって言って、そう。初回は亀梨君と行ったんですよ。おう。カトゥーン亀梨君と一緒に行って、2回目は団長と。で、郷さんのラジオを2人で聞いて、郷、うんうん、さん使われてたなーっていうので、でそれでちょっと郷さん行きましょうよって言って、団長も見に行きたいだろうからって言って、うんねうん、そうで一緒に。行ってっていうのが2回目でした、ね、言われて行って確かに使われてるが僕は何も聞いていない。本当に知らなかったんすねみたいな。しかしこれはこれでよしっていう。いや絶対いいっすよね。当たり前ですよ。あと3分告知を。はい、告知、うん、全然なんだろうな。イヤホン幅広すぎますからね。イヤホン最近はツイッターがずっとイヤホンの話ですからね。あそうそうそう、うん、イヤホンをずっと作っているのと、うん、ワイヤードとワイヤーないやつも。あ、そうそうそう、うん、ワイヤードを今持ってきてるんで、うん、王さんに渡しますね。1700円でケース付き の、うんそのうん、イヤホンってみんなこだわらないんですよ、うん、そうですね。なんかついてるものとか適当に選ぶので、うんうん、それをちゃんと作ろうと思って、うん、その要はレコーディングの現場に入ると、うん、あのマイクも一本一本本当に楽器に対して選んで、うん、ですごく時間をかけて、まあ、今日もまさにレコーディングだったんですけど、こんなに時間をかけてすげえいい音作ってるのに、うん、みんなが聴く環境っていうのはあんまりないから、うん、それをちゃんと整えようっていうので、うん、でこれがケースで、これケースはサンプルなんですけど、でこれ黒で白そうピン白ピンクでこちらがワイヤードの、そうですワイヤードのやつです、はいはい、でこれをあ3月下旬にリリースをしてっていうので、でもともと Bluetooth の接続のやつは出てる、発売されてるんですけど、でそれでワイヤードも出して、うん、であと書籍も出していて、書籍あのインスタグラムのストーリーで、うんあのはいはい、波相談を答えてやってますね、まとめてっていうのをやっていて、でその、うん書籍に出るのと、うん、あとレゾナンスチップっていう、なんすかそれ、あの貼るだけで音が変わるんですよ。うん怪しいやつじゃないやつでこれ猪木さんが怪しい昔カード出してたやつじゃないですよね。これって、うん、あの振動板が入ってるんですよ、うん、中に、はいはい、イヤホンって、うん、で要はだから音って振動なんですね、うん、電気信号を振動に変えて音を鳴らしてるんですけど、それを外付けによって変えるっていう、うんうん、あのレゾナンスチップっていうのがあるんですよ、うん、でそれをオリジナルで作ったんで、うん、それが今日あの発表になりました、うん、っていう音がより良くなるっていうことですか。音が変わる変わるっていうことですね、うん、その、うん良くなるっていうとその好き嫌いがやっぱあるので、うん、どっちかわかんないですけど、うん、でも良くなるように調整したっていうのがあって、うん、昔猪木さんが不思議なカード出してて、はい、これをあのお酒の上に乗せるとお酒がマイルドになりますって言ってたんですけど、多分それはそれはオカルトオカルトですよね。それじゃないですよね。だってお酒って別にあって振動じゃないじゃないですか。でマイルドってなんだっていう味ってそこの曖昧な表現なんだ。中に入れるんだったらわかるけどそうじゃないから
でそれで物理的なね、そうそうそう、物理的に、うん、そうオカルトってされてたものをちゃんと、うん、あの表現しようと思って、うん、満を持して僕は降りてきたんですけ ど、はいはい、でそれをちゃんとコメントも出していて説明もできるので、うん、それが今日リリースになりますよ、リリース今日リリースというか今日発表になって4月ぐらいに発売になるんですけど、うん、それが告知です。なるほど、はい、バンドのことはいい感じですかね。バンドはね全然動いてないんで、ね、ソロソロが動いてるんですけど、あと、まあ、大森さんの活動とかね、大森さんのツアーがあるんですけど、うん、はい、あのスケジュール見てください。はい、了解です。そんなわけで次回は2月に、わすごい、すごいでしょ、すごくないですか、超頑張ったんですよゲスト決めるために。なんすか。はい、次回2月25日火曜日20時からでゲストは矢口真理さんです。わーすごい、頑張りました。見てよかったっすね。アップフロントの高い壁をようやく突破、戦い続けました。1対1で喋るってことですか。そうです。これを実現するために僕はアベマにあの乗り込んでいって直接局で行ったりとか、矢口さんは僕の番組に出てくださいって言ったりとか、信頼をちゃんとアベマであのパートナーの岡野さんをゲストに呼んだりとかで着実に外堀を埋めていって、うん、ついに来ました。すごい。そうなんですよ、めちゃめちゃいい、ね、山田さんの事務所とかからしか呼べなかったのが、はい、ついに本体にもう踏み込みましたね。踏み込みましたよ、一歩踏み込みました、ね、戦いを続けました。岡野さんのおかげです。いやでもまあなんか、うん、その組み合わせで、うん、違和感がないっていうのがいいっすよね。まあね、そんな満を持して突然矢口さんがここ来たら不自然だけど、なんでみたいな、何度も火曜日とか、そう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 、火曜じゃないと言って、うん、関係性作って、なんですごい、いや頑張りました。いいっすね。こういう戦いを地道に続け、うん、頑張っていきますよ。やった。ゴーさんでも地道ですよね、本当に、ね、ちゃんと一歩一歩というか、うん、ちゃんと丁寧に道を作っていきますよね、うんうん、自分の好きなところも、そうですね、もう好きじゃなくてもこれは多分こういう風につながるからみたいな、全部こうちゃんと網羅しながら、正直この5の部屋もかなり僕の中では計算通りですからね。あ、そうなんすね。そう、乃木坂とかには勝てるわけがない中で、はい、どうやって戦うかを最初にプランを練り、はい、西野さんとかとどう戦っていくかっていうね、どんだけ内容の密度を上げつつ、アイドル要素も足しつつっていう、うん、ちゃんとね あって、うん、でその数字的に王道的な2位3位ぐらいをちゃんといけるぐらいのバランスをどう保つかっていう、ね、すごいじゃないですか、うん、頑張りましたよ。頑張ってますよね。はい、そんな感じです。はい、本日はどうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、どうも。